2011オートバックススーパー GT 最終戦モテギ GT250 キロレース。放送の解説は由良拓也さんと三定秀俊さん、ピットリポート高橋二郎さんと滝口由里奈さん、実況は下田でお伝えします。それでは注目のスターティンググリッド、まずは GT500 クラスから紹介していきます。圧倒的優位なチャンピオン候補、エスロードモーラ GTR ポールポジションからのスタートです。並んで1列目デンソーサード SC、 スタートドライバーはモーラ、クインタレッリ、デンソー石浦です。以下スタートドライバーも合わせてご紹介します。2列目カルソニックインパル JP オリベイラ、エプソン HSV 道上亮、3列目モチュール GTR ブノア・トレルイエ、ウェッズスポーツ SC 荒誠治、4列目レイブリック HSV 伊沢拓也、アドバンコンドー GTR ビヨン・ビルドハイム、5列目京浜 HSV 金石俊博、エネオス SC 大島和也、6列目ウィダー HSV ロイック・デュバル、ペトロナス・トムス、アンドレ・ロッテラー、7列目ゼントセルモ平手康平、 ARTA HSV 小林隆、そして8列目 D ステーションキーパークラフトアンドレ・クート。 GT500 クラスは全部で8列、15台のエントリーです。さあ続いて GT300 クラスのスターティンググリッドをご紹介します。フロントローに並んだこの2台がチャンピオンの権利のある2台です。ポールポジション初音ミクグッドスマイル BMW、 スタートバンバタク、並んで JIM ゲイナーフェラーリ458田中哲也、2列目赤い J ローシーランボルギーニイーリ博之、 ARTA ガライア高木真一、3列目 R&D レガシー B4 佐々木浩太、 AAA アストンマーチン星野和樹、4列目ハンコックポルシェ影山正美、カローラアクシオ APR GT 新田森生、5列目イカ娘フェラーリカルロバンダム、エヴァンゲリオン試練加藤博樹、6列目ハセプロカローラ岩崎優希、アートテイストポルシェ清水康弘、7列目リールランボルギーニ余郷敦史、 SG チャンギ IS350 折目亮、8列目ベリティ対戦ポルシェ松田秀志、サンダーアジアモスラ吉田博樹、9列目ゼントポルシェ都築昭弘、ネットムーブ対戦フェラーリ山地真一、10列目マッハ 5B マック黒沢春樹、 RN スポーツ F430 川口正隆、そして最後尾第11列緑色の JLOC ランボルギーニスタート坂本優也。 GT300 クラスは11列、全部で21台がエントリーしました。さあそれでは続いてドライバーランキングを簡単にご紹介しておきましょう。ご覧の GT500 のランキングです。16ポイントリードの柳田クインタレッリ組、ですから6位以内に入りますと自力でチャンピオンを決められます。権利があるのは2位の本山トレルイエ組まで。この本山トレルイエは勝たなくてはいけません。GT300 ご覧のランキングです。チャンピオン争いリードしているのがフェラーリ11号車の2人72ポイント、5ポイント差で BMW の谷口バンバ。この300のチャンピオン争いは細かく説明すると時間が足りませんので説明しません。とにかく難しい、一騎打ちになっております。さあ間もなくフォーメーションラップの時を迎える形になります。このツインリンクモテギなんですが、まあ、雨の土曜日予選で始まったんですが、由良さん、はい、雨だったんですがお客さんの出足が今回大変好調でした。素晴らしいですね。雨の中皆さん耐え忍んでこの晴れを迎えたという感じで本当に良かったですね。で三定さん、はい、決勝のこのスタンドを見ると相当なこれ入りですね。そうですね、まあ、想像以上と言いますかねもう言葉がふさわしいような気がしますがね、はい、なんか夏みたいですね。もう半袖 T シャツでバッチリっていう感じですよね。まあ、もう10月も半ばに入っているんですが、雨が降っている時は当然秋の涼しさなんですけれども、今日はですから晴れますと気温が上がるよという天気予報が出てきました。それを裏付けるように半袖でもなんか平気ぐらいの、ね、感じになりましたね。もう夏です、ね、27度ぐらいありますね。そうですね、結構高い気温になっています。初音ミク BMW は通常谷口スタート、そしてバンバセカンドスティントというのが過去の、まあ、ノーマルな
やり方だったんですが、西田さん、はい、まあ、今回逆転すればチャンピオンということで、これちょっとバンバスタートに変えたんですね。そうですね、まあ、作戦面もまあ駆使してですね、はい、まあ、とにかくチャンピオンを取ろうという意思が現れてますね。だとするとこのバンバはこれスタートの大役になるんで、由良さん、はい、緊張しますねこれ。そうですね、なんかやってくれないといいですけどね。はい、やっぱり三沢さん過緊張っていうのはちょっとよろしくないですよね。もうネガティブなプレッシャーにしかならないんで、はい、まあまあ、自分であまりこう追い込まずに、はいはい、まあ、物落ちせずに思い切って走るっていうのがいいんじゃないでしょうかね。こちら GT500 のスタートはロニー・クインタレッリです。まあ、当然三沢さん、はい、各々のドライバーそのこういう緊張するときに自分のメンタルをコントロールするなんか手法みたいなまだみんな持ってるわけでしょ。各々やっぱりあると思います、はい、まあ、僕ももちろんそうでしたし、はい、その中で一番、まあ、集中力をピークに上げるというのは、うん、仕事でもありますからね、はいはい、ですから、まあ、これ一番今興味深いのはコックピットに座っているドライバーたちの心理になります。まあ、GT500 の方はポイントリーダー圧倒的優位、大川のモチュールはもう完全なチャレンジャーの立場なんで、ここは構図としては少し差があるんですが、 GT300 の方はもうこれフロントローから5ポイント差でチャンピオン争い同士が出ていくという、これは由良さん本当にそうそうないシチュエーションですからね。そうですね、まあ、それと、まあ、前方で500クラスがですね、はい、多分逆に今回勝って終わりたいという失うもののない人たちがですね、はいはい、全部目いっぱい勝つ気できますから、ガチンコですからね、はい、そっちが乱れた時に300に影響を与える可能性はあるんですよ、ね、なるほどね、はい、さあ間もなく場内は開会宣言です。ただいまより2011オートバックススーパー GT 第8戦モテギ GT250 キロレースの開会を宣言いたします。開会宣言は株式会社オートバックスセブン関東事業部事業部長熊倉栄一さんでした。さあ一騎打ちのチャンピオン争い、そしてこの16年目のスーパー GT 最終戦は、まあ、いわゆる歴史を変えるか否かという要素も実ははらんでいます。過去15シーズンスーパー GT500 クラスは全て優勝したタイヤはブリヂストンです。今回チャンピオンに最も近い位置にいるのは画面向かってこのマシン、Sロード GTR、 これがミシュランタイヤです。由良さん、果たして歴史は変わるのか否か。そうですね、興味深いですね。フロントロー2台ミシュランですからね。ですよね。それから GT300 クラスで言いますと昨シーズンぐらいからだったと思いますが、まあ、結構アニメ系のキャラクターを、そのチームのシンボルにしたマシンが増えました。まあ、エヴァンゲリオンという人気アニメをはじめ、まあ、イカ娘から鈴宮春日から、まあ、いろんなアニメのキャラクターが入ってますが、チャンピオン候補の BMW、 これは初音ミクという電脳キャラクターが、一つチームのシンボルになっております。まあ、こういうマシンを総称してレースファンの皆さんは痛い車と書いて痛車と呼ぶんだそうですが、この痛車が果たしてタイトルを取れるのかどうか、ここも GT300 クラス大きな焦点です。さあそれではピットリポーターの滝口由里奈さんからブリヂストン提供気温と路面の温度などリポートをしてもらいましょう。滝口さんどうぞ。はい、ブリヂストン提供のデータによりますと気温27度、路面温度34度となっています。ですね、先ほどから太陽がじりじりと照りつけていて、とても立っているだけでも汗ばんでくるといった状況です。しかしですね、雲に太陽が隠れるとそよ風がちょっと気持ちくて冷たいので、気温がこれからどういった感じになっていくのか少し読めないなといった印象です。以上です。日差しがあるか否かで感じ方がちょっと違うという情報です。当然この路面もじりじりと日が出ていれば暑いでしょうし、雲に隠れれば温度は下がるでしょうし、三沢さん、はい、その辺の見極めといいましょうかね、路面の変化っていうのは結構重要になってきそうですね。はい、特に今日はまあ雨が上がって、まあ、初のドライセッションじゃないですか。そうですね、全く全チームノーデータなので、ですね、どうなるかっていうのもやってみないとわからない。まあ、そういう中で非常にまあドライバーの判断というのがですね、重要になる、そういったレースに
になると思いますね。はい、さあそれでは高橋二郎さんにはタイヤ情報を伝えてもらいます。二郎さんお願いします。はい、今ですね道田さんがおっしゃる通りですね、その今回に関するそのスリックドライ用のタイヤのデータ全くないわけですね。その中でこの直前に行われました13分間のですねセッション、短いセッションだったんですけども、そこでタイヤ調整を行わなきゃならなければならなかったんですけども、まあ、それで結果的にはですねもう1セットそのタイヤにですね決め打ちですね、そのタイヤの状況はどうなのかというところで、各チームはですねその状況を判断するしかなかったというところですね。各クラス500クラスも300クラスもですねチャンピオンを争うチーム各チーム1セットをじっくり走ってその状況を判断したというところです。まあ、こうなりますと過去のデータ、そしてですねそして過去のセッティングデータ、タイヤもセッティングもですね各チームのですねデータによる総合力の争いというふうになります。以上です。はい、という高橋二郎さんのタイヤ情報になります。ちなみに2レース前第6戦の富士が決勝の気温29度、路面39度でした。今日が気温27、路面34です。さて、ドライバーズチャンピオン争いはご覧の今ポイントでスタートします。75ポイント59ポイント、で、ご覧のように今優勝柳田組が優勝すると95に伸びるという状況なんですが、まあ、とにかく本山組は勝たなきゃいけないという、まあ、これが一つの条件です。これは伊賀さん複雑ですね。はい、そうですね、まあ、チャンピオン争いはそういう意味では失いたくないというか上手に最後まで戦いたいところですけど、そうですね、はい、後半 のそれ以外のチーム前者は僕の感じではソフトを選んで、はい、とにかくスプリントでガンと行けるところまでどこまで持つか、そのタイヤのライフを見るために目いっぱい行く、でその後を託すという感じになるんじゃないでしょうか。さあ従いましてファーストスティントのドライバーの果たす役割は相当重要になります。今最終コーナー立ち上がってきました。2011オートバックススーパー GT 最終戦、16年目のスーパー GT 歴史が変わるか、それとも続くか。今スタートを切った。まずはエスロード GTR 好スタート、デンソーサードが続いて、モチュールはどこだ、インを刺そうとしたぞ。ダンロップ、今かわしていったダンロップタイヤの中島レーシングをかわしていきました。カルソニックも前出ましたね。カルソニックが2番手、3番手デンソー、モチュール4番手。さあまずは逆転王者へ向けてこのレースを勝たなきゃいけないモチュール GTR、 一つ順位を上げました。そして一騎打ちのチャンピオン争いスタートを託されました。若いバンバコースタート、そしてその後ろ JIM ゲイナーフェラーリ田中が続いているんですが、ランボルギーニイーリが結構仕掛けてきました。その後ろにガライア、さらにはレガシーが続いています。おっと1台 NSC でしょうか、この3コーナーから4コーナーにかかったところで、大島のマシンですが、これはエンジンですかね。ちょっと今炎が出ていますが、 NSC が3コーナーから4コーナーのところでコースオフしました。さてエスロード GTR スタート、ロニー・クインタレッリなんですが、なんとなんとブリヂストンタイヤ、日産カルソニックインパル、 JP オリベイラが素晴らしいスタートを切りました。そうですね、これはかなり最初から飛ばしてきてるっていうか、相当ソフトめっていう感じじゃないですかね。対する前はまあどんなタイヤ、どんな路面温度気温にも対応するだけのレンジの広さが魅力というミシュランタイヤを履いているこのエスロード、カルソニックはこれからどういう戦いをしていくか非常に興味がありますね、はい、それともチュールもいいところにいますね。これがですから前ミシュランのデンソーサードなんですが、感じとしては三沢さんどうでしょう、はい、モチュール悪くないんでしょうか。モチュール一番今状況はいいと思いますね。そうですか、はい、さあこれ後続続々といって、どうやらホンダ HSV1 号車は結構後ろのままです。結構1号車伏兵の一つかななんて声もあったんですが、思ったほど前には来ません。その中で NSSC ティームルマンは早々にコースオフ、マシンが 3,4 コーナーで1回止まりました。さて一度スタートから、まあ、オープニングラップ2周目の序盤ぐらいまではカルソニックインパルが結構いい感じでプッシュしていたようにも見えたんですが、2周目が間もなく終わろうという
この後半にかかっていくところで、ちょっと S ロードが離したかなというふうにも見えます。さてこの300のチャンピオン争いはやっぱりと申し上げておきます。初音ミク BMW が走り出しからの状態の良さをこのドライでも存分に見せてトップ快走、2番手この JIM ゲイナーフェラーリです。レガシーがかわす、レガシーがランボルギーニに挑んで外からかわしていきました。ここでレガシーがおっとランボルギーニイーリも譲らず、これは佐々木とイーリの争いになりますが、佐々木浩太がここで前に出ました。ランボルギーニ4番手交代、日本車レガシー3番手に上がってきました。レガシーはドライは結構自信を持ってますからね、いい感じで走れてますよね。それとまあ初音ミクは予想通りという感じでこのまま安定して逃げ切れるかですかね、はい。このまま行きますと初音ミクと JIM ゲイナーのポイントが87で全く並びます。ただこの画面の初音ミク BMW はこのまま行くと今季3勝目になります。フェラーリはまだ未勝利ですので、勝利数でこの初音ミク逆転チャンピオンです。モテギは俗にストップ&ゴーとか言われますが、はい、この初音ミクはストレートがですねフェラーリより10キロぐらい速いんですよ、はい。そうなるとですねカーブをキュッと回ってストレートに出るたびに速さを生かすというこの先行逃げ切りパターンに最も適している部分でもあるので、はい、これフェラーリはこのコーナーの速さは圧倒的なんですけど、それをどこまで生かしてくるか、その辺がこれからの見ものですね。まだ始まったばかり、3周終わったところです。ちょっと三沢さんに伺いますが、はい、これ後ろ走る田中の心理としてはどんなもんでしょうかね。まあ、今ちょうど3周目なんでちょっと落ち着きは出てると思うんですね。でここからおそらく田中選手は前の車の、まあ、タイヤの状況であるだとか、特に初音ミクは今回、まあ、重めでもありますし車高も上げられているということもあるんで、はい、ちょっと様子を10ラップ過ぎぐらい見るんじゃないでしょうか。したがってご覧の差です。まあ、あんまりこれ以上離されたくはないんでしょうが、視野に入っていれば、まあ、いいかなという感じになるでしょうかな。そうですね、まだ全然離されてるっていう距離ではないです、はい。さて逆にこちらは一時はトップの背中を捉えていたカルトニックインパル、思ったほどペース伸びず、やっぱりと申し上げておきます。ミシュランタイヤの後ろからデンソーサードが迫ってきます。このデンソーサード現在3番手。まあ、スタート前の石浦のインタビューを聞く限りは決勝レースに対する自信のほどが伺えました。でいいスタートを切ってデンソーサードの背中にいたこのモチュール GTR なんですが、ちょっと離されました。そこからご覧のように縦に長い隊列です。レイブリック、エプソン、ウェッツスポーツ、近藤がいて、景品がいて、セルボ、クラフト、ここ当たってますね。そうだ、トムスがエネオスと、あ、レクサス同士、トムスとエネオスがどうやら接触していたという情報が今我々のところに入ってきました。従いましてペトロナス・トムスはご覧の右フロント痛々しく破損しています。そうか、はい、どうしたのかなって、なんかこのよもやスピンしてましたからと思ったんですが、接触があったんですね。10番グリッドからスタートしたエネオス SC の後ろに今画面に映ってきましたペトロナス・トムスがいたわけですが、このレクサス同士の交錯があったようです。さてデンソーサードはやっぱりカルソニックインパルを捉えてきました。このまま行くと三沢さん、はい、早々になんかデンソーサードが前に行けそうな雰囲気に見えますが、いかがでしょうか。そうですね、若干デンソースロースターターだったんですが、タイヤの状況的にもですねミシュランが一歩上行ってるなという印象はありますね。さあそしてちょっと状況が変わってきました。そうですね、前が見えているフェラーリなんですが、 BM が見えているとはいえ三沢さん、はい、後ろからレガシーが来ましたね。勢い的にはレガシーの方が上ですね。あとレガシー、佐々木浩太これも抜く気満々。さあフェラーリに挑んでいきます。このレガシーストレートも速いんですよね、はい、前回オートポリスポール2フィニッシュ、まあ、秋に向けて状態がぐんぐん上がってきているこの R&D レガシー B4 ヘアピンから90度コーナーが勝負どころじゃないですかね。いけちゃうかもしれないですね。この辺り行くか、もうここで行く、ここで行ってる V 字から。さあこの後ヘアピン、これもストレートで食べられそうですね。直線は由良さんレガシー優位なんでしょうか。そうですね、はい、インを開
開けるとこれはでも田中がうまくコントロールしたものが、いやこれはきついぞ。さあダウンヒルストレート抑えられるか田中。スイープ入ってますね。後ろからレガシー佐々木浩太が迫ってきた。ちょっとヘアピンを失敗してるのが痛かったかな。これでやり直しになります。まあ、でもここは時間の応答。クラフトです。アンドレ・クートが最後尾からのスタートだったんですがちょっと止まってしまいました。これはまた 3、4コーナーのところかな、はい。止まるとちょっとなんて言うんでしょう、はい、インスパイアするというか、はいはい、エンジンかかりにくそうですね。さっきのエネオスもそうでしたね。ただ今我々放送席から見てクラフトはすでにコースに復帰したのが確認できました。さあレガシー来た、レガシー来た、レガシー来た。田中がでもギリギリで抑えます。これ田中選手としてはちょっと迷惑だなっていう感じでしょうね。そうですね。ただこのフェラーリバランスちょっと良くないですね。そうですね。あーとレガシーが前に出ました。2番手浮上、チャンピオン争い JIM ゲーナー交代、3番手に交代しました。こうなるとチャンピオンが厳しい。厳しいですね。まあ、このままの順位でいっても同ポイントながら逆転されてしまうフェラーリは、まあ、この状況で行くのであれば前の BMW を抜かなきゃいけないんですが残念ながら下がってしまいました。さあ今度はミシュランタイヤのデンソーサードがブリヂストンのカルソニックインパルを捉えて抜いた。一気、これは一気のオーバーテイクです。石浦オープニングラップから好調だったインパル JP オリベイラをあっさりと1コーナーの進入でオーバーテイクしました石浦。そうですね、ポテンシャルの差がちょっと歴然としてますね。なんか三沢さん、いいオーバーテイクでしたね。あのモテギの1コーナーってなかなか抜きにくいんですよね。相当な差がないと飛び込めないの で今いいからまあスパッといけてるのでね、うん、まあ相当辛いのかな、軽さにつらかったのかなっていう気がしますね。まあ、とにかく由良さん、はい、あの今シーズン通してなんですがブリヂストンタイヤはあのドライの時に特にですね、タイヤのライフを含めて結構難しさはあったシーズンでしたね。ファーストスティントで苦労してますよね、はいはい、あの必ずバックアップのタイヤではいいポテンシャルを示しているので、まあ、今シーズンそのタイヤテストが非常に少ないことや、まあ、事前の合わせ込み不足ということでなかなかレースにいいタイヤを、そして一発のタイムの出る、要するに予選でもいいタイムが出るのはミシュラさん言ってましたよね、はい、そしてライフのあるタイヤということでブリヂストンさん苦労されたんですね。いいタイヤがないわけじゃないんですけれど、はい、で逆にこの今あっさりと1コーナーでオーバーテイクしたミシュランのデンソーサードは、まあ、ミシュランタイヤが由良さん結構豊富にタイヤのテストが今季できましたんでやっぱり、ま、タイヤが進化しているでしょうね。そうですね、本当に綺麗に走れてますよね。そのデンソーサードが2番手に上がって差を広げています。二郎さんどうぞ。先ほどの13分間があったその決勝直前のですね、はい、フリー走行でタイヤの決め込みって言いますかね、というのもその段階でのですね路面がですねまるっきりそのできてない状態、そしてですね雨によるですねそのダスティーな状態であるわけですね。ですのでそこであえて大種類のタイヤをですねチョイスするテストしてですね決め込むということもできなかったわけですね。ですのでやっぱりスタートはですねこのタイヤっていうですね決めつけて出ていかなきゃならない、それはですねある面大きな今回ギャンブルでもありますね。でそのまあ特にブリヂストン勢に関して言いますと、まあ、いわゆるスタートスピントで使用するタイヤの摩耗が予想以上に早く来て、まあ、よくドライバーが言う終わってしまうという風な状況になるのがまあまあ今季はありました。ですからまあこれはまだジャスイの息を得ませんが出ませんが、インパルオリベイラがいいスタートを切りながらその後ペース上がらなかったのを見るとやっぱりタイヤの難しさあるのかなという思いも結構頭をもたげてきます。そうですね、まあ、これでライフがどうなのかということを見ると本当にちょっと不安がありますね。ですね。さあこちらはおっとトムスが、エネオスとの接触を受けて、ステアリングを握っているのがアンドレ・ロッテラーなんですがドライブスルーペナルティが出ました。今近藤レーシングをロッテラーはかわしていきました。かわされて下がったのが横浜タイヤアドバン近藤 GTR のビヨン・ビルドハイムです。あアンドレは交代です。ちょっと痛々しいペドロナス・トムス、まあ、レクサス勢は難しいシーズンになっているんですが、まあ、この
トムスはさすがだなと思うのはコツコツ点は取りますね。そうですね、さすがにチーム力という点では素晴らしいチームですね。現在36ポイント、表彰台が1回もない彼らにとって屈辱のシーズンではあるんですが、4位が3回、そういうコツコツ点を取ってきたことでポイントは36というポイントを持っています。ドライブスルーペナルティのためピットに入ってきました。さてこちらが近藤レーシングとそれからその後ろに ARTA なんですが、先ほど D ステーションクラフトアンドレ・クートが高速走している映像をご紹介しましたが、どうやら近藤とぶつかったんですか、そういうことのようです。近藤レーシングとぶつかったか接触があって、ということのようです。その近藤レーシングは現在順位11番手という状況です。その後ろに今季はこれまたホンダ勢の中では最も辛いシーズンを過ごしました武藤と小林のコンビ ARTA-HSV です。ここは由良さん、ARTA がまた来季このコンビで行くのであれば、1年経験を受けた来季行きたいでしょうかね。そうですね、あここなんか近づいてきましたね。レガシーが初音ミクの背中まで来た。レガシーは、これで勝つと3勝目です、3勝目ですね。レガシーもすごいんですね今シーズン、はい、でも3勝するけど BMW 初音ミクが2番手にいたら厳しいんですよね。ですね、BM が2位で、そうですね、もうないんですよね、BM がそうです、だ BM が2位で2位に落ちてフェラーリが3位のままだとフェラーリがトップキープなんで、これレガシーが抜くとフェラーリは歓迎ということになります。あ面白くなってきましたね。難しいんですね読みが、これ抜かれちゃダメですね。じゃあバンバ選手としてはでもこれすごい勢いで追いつかれてますね、はい、そうですね、まあ、現在この画面の初音ミク BMW67 ポイント、後ろ赤いマシン JIM ゲイナーフェラーリ72ポイント。さあいやこれもう時間の問題ですよ、バンバピンチ佐々木来た。これ皆さん監督だったらもし僕がこれ初音ミク乗ってたらもう無線でやり取りですよね。もうねそうですね、頑張れみたいなね。もうただバンバ選手あんまり煽りすぎてもなんか心配になっちゃいますね。もうすでにグリップ外れてますからね、そうですね、ちょっと慌て出してますよね。ここで抜かれるとポイント82までしか行きません初音ミク BMW。 レガシーがトップに立って初音ミクのポイント82まで、現在3位の JIM ゲイナーフェラーリのポイントはそのままフィニッシュ83ポイント。現在これは、300はなんかまだ2点3ってまだ始まったばかりですからね。島田さん、太一郎さんどうぞ。ピットでは動きがまずありました。24号ですね、コンドレーシング GTR ピットにしてタイヤを交換してます。その隣のピットすでにですねカルソニックのですねティームインパル GTR タイヤを用意してます。こちらも早々に入れますね。コンドレーシングは横浜タイヤ、おーモチュール、モチュールがインパルの背後についた。前 JP、 後ろフノア。そうか、もうタイヤ交換ってことはやっぱりよっぽどソフトでいったんですね。はい、カルソニック。これはどうだろう、こんなもう滑り出しちゃってますからね。でもこのタイミングで入ってまだ8周です。これじゃあドライバーも変われないですし、ブリヂストンタイヤピンチ、ピンチですね。いやピンチだピンチ。でもまあでもチュールの方はどうやらタイヤの種類も違ったようで、違うんでしょうね。あ、そうか、5番グリッドからスタートですが、どうやらこの車はタイヤはこのドライの路面に対してはまだまだ十分いけそうです。あ、これはですから同じブリヂストンでもチームによってやっぱり違うことがよくわかります。これで前ミシュラン2台トップ、ブリヂストンの最先端3番手にこのブノワ・トレルイエ。さあ、まあ、とにかく3位じゃダメです、勝たなきゃダメ、モチュールは勝たなきゃダメです。さあカルソニックインパルがタイヤ交換を、これは二郎さんタイヤ変えて出てたんですね。そうですね、タイヤを4本変えました、はい、そしてですね、ドライバー交代できませんね。そしてガソリンをですね満タンに給油して出てきました、はい、ちょっとこれ想定してないですね。してないですね、まあ、ここまで逆に びっくりした、はい、ぴったり来ましたね。これででも背中を取りました。後ろから S ロードも来て、これは
ショールは500のトップ、まずは500トップのエスロード GTR ロニー・クインタレッリが行ったんでついてきたのがレガシーだ。ただここは下りの直線、これ両者直線の優劣でいうとレガシーと BM だとどうですか？両方速いですね。レガシーもジャグ GT 勢で最速。あれ、あれレガシー入った？入りましたね。あ、レガシー入った何ですか？これは予定外ですね。予定外？でも速かったんですけど、レガシー入った。なんだ、タイヤじゃない、タイヤじゃない、タイヤじゃないですね。なんか見てますね。左のリア、左のリアのホイールナットが緩んでます。うわ、左のリア、そんなことがあるのか。こちらは右のリア、緩んでいるという前情報入ったのは左側で今画面で出てきました。これですね。うわー、なんと飛んだトラブル。 R&D レガシーエンジンがかからない、エンジンがかからない。なんと泣き面に恥、レガシーなんとかコースに復帰しますが、これで楽になったのはハッセリグ BMW バンバタク。そうですね。あとはあの JIM のチームもがっかりしたでしょうね。ですよね、はい。まあ、他力本願ですけどね、はい、これに頑張ってもらうというのは一人の望みがありますからね。チャンピオン争いの間に割って入って、非常にキャスティングボートを握る存在になっていました R&D レガシー B4。 ペース的にはこの車ハッセリグ BMW をいつでも抜けそうな雰囲気だったんですが、その R&D レガシートラブル発生。今ピットからの情報ですと左のリアタイヤのナットが緩んだんですか。そうみたいです ね、はい、締めてましたね、はい。従いまして後ろから追ってくる敵が1台いなくなりました。初音ミク BMW です。下田さん、はい、どうぞ。こちらですね、11号車 JM ゲーナーのピットの中でも平中選手が頭を抱えてらっしゃる仕草をしていました。まあ、本当に、この300のチャンピオン争いは、ですからまあ間にどんな車が入ってくるかであるとか、コース状況の変化なんかも含めて刻々と変わってきます。本当に一瞬たりとも見逃せないチャンピオン争いになりました。今のあのスバルのホイールナットですけど、スタートした時のホイールっていうのはピットグリッド上でも必ずもう一回スパナチェックというかホイールの増し締め点検しているので、締め忘れはほとんどは可能性はないですよね。その辺どうですか、伊沢さん。まあ、おっしゃる通り締め忘れっていう可能性はもう 0% じゃないでしょうかね。そうですね、イレギュラーのトラブルだと思います。で、まあ、あのぐらいのペースで走っていましたけども、伊沢さん、佐々木選手が何か異変に気づいて、入ることになったと見るべきですかね。そうですね、あのホイールナットってやっぱり緩むと即座に感じますから、はい、でそのまま行くとまずいのでもう入らざるを得なかったでしょうね。さあ、それによって一時はまあ前の順位が入れ替わればポイントリーダーそのままキープでチャンピオンという状況になるはずだったこの11号車 JIM ゲイナーフェラーリ458。まあ、自力でやっぱり頑張るしかないんですよね。したがいましてこの前にいる BMW を抜かなきゃいけない状況になりました。さて、ここでランボルギーニと今ガライアのバトル、これが GT300 3番手争いですが、ガライアが追ってきてるのか。じゃあアストンマーチンが来た、アストンマーチンが来た。あ、ガライア抜かれた。アストンマーチン前、ガライア頑張る、ガライア頑張る。ここで頑張った高木ですが、アストンマーチンもその後ろから星野一樹はいつでも行く感じです。ガライアとランボルギーニが勝負しているのかと思いきや、その後ろからアストンマーチンが来ていました。66号車、それから500は7位争いなんですが、景品がいてセルノがいて、その後ろにウィダー HSV です。今景品とセルノの間が離れたんですが、ゼントセルノ平手と後ろウィダー HSV ロイック・デュバルの争いです。ダウンヒルデュバルは行こうとしている、ですが、まあ、これはちょっと飛び込めるような間合いではありません。僕的な予想ではですね、電気がこうならなければ HSV が優秀の美を飾る、要するにここでの優勝はですね HSV かなと。非常にここで速さをもう見せている車、しかもウェイトハンディなしですから、そうですね、HSV かなって読んでたんですが、今回ずっと不振なんですよね。
でここで晴れたので、でもってなんでここにロイックがいるのっていうところで走ってますよね。そうですね、はい、僕裏予想ではロイック優勝までちょっと可能性を読んだんですけど、今のペースはちょっと信じられないですね。これがロイック・リバルです。1番をつけています、まあ、昨シーズンのチャンピオン、いわゆるディフェンディングチャンピオンで2011年シーズンに挑みました。まあ、ですが前戦九州の結果を受けてチャンピオンの権利はなくなりました。まあ、ギリギリまで、まあ、オートポリスの結果次第ではポイントランキング現在3位で52点持ってるんで、優勝チャンピオンの可能性もなくはなかったんですが、権利なしで最終戦来ました。したがって今由良さんおっしゃったようにディスレースにかける気持ちは相当強かったはずなんですが、いやすごかったです。実際にでただあの雨のコンディションで当然今のドライとは違うんですが、三沢さん、はい、雨の土曜日の走りはこのウィダーは大暴れでしたね。まあ、見てて気の毒というのがもうドンピシャじゃないでしょうか、ね。はい、まあ、本当にもうちょっと両手出さないとこう足りないぐらいなんかマシンを外にはみ出すぐらいの勢いでしたね。挙動がおかしいっていう感じだったんですよね。そうですよね。まあ、ドライに変わって、少し良さが出るかと思いきや11番グリッドからスタートで現在まだ9番手、はい、この辺の、ね、争いっていうのが実はトップのミシュラン勢より1周2秒ぐらい遅い中でやってるんですよね。はいはい、だこの辺も、ね、とても信じられないような世界ですよね。まあ、今ですか GT500 景品がいて初音ミクを抜いたゼントセルモがいて、さらにウィダー HSV がいるんですが、この3台が大体52秒台ぐらいの争いです。ちなみにトップを争うミシュランの2台はなんと49秒台で、ブリヂストン勢唯一の希望の星モチュール GTR も49秒台は出してます。まあ、ですから十分にモチュールもコンペティティブな状況にはいるんですが、まあ、くどいようですがモチュールは勝たなきゃダメです。それとライフが心配ですね。それはあのミシュランよりも心配であるという意味ですね、はい、そうですね。その辺も含めた53周のレースの中での駆け引き、どんな駆け引きになるでしょうか。さて前がホンダで後ろがレクサス、その後ろからもう1台のホンダが来ています。エスロード GTR は2番手デンソーサード石浦を7秒以上離してトップ快走、勝って決めたいでしょうエスロード GTR です。本当に調子が良さそうですね。まあ、勝てばポイントが95ポイントまで伸びます。まあ、優勝でなくても6位以内でフィニッシュすれば、仮にモチュール GTR に勝たれても優勝ゲットとチャンピオンゲットというこのエスロード GTR、 ご覧のように今ホームストレートを通過しました。結構デンソーサードと差があります。 5.9 秒。まあ、いずれミシュランタイヤの2台はレベルの高さがあります。今画面後ろ側見えている白いマシンがレクサス SC デンソーサード。まあ、過去2レースの由良さん勝っておかしくなかった車だけに、あのウィダーじゃないですけどここも気持ちは入ってるでしょうね。そうですね、なんとかしたいところですよね。はい、さて景品が逃げてその後ろの争いは8番手の争いです。ウィダー HSV の方がやや優位に見えます。ゼントセルモはスタート平手で、ウィダーはロイック・デュバルがステアリングを握っています。まあ、ご覧のようにモテギは今強い日差しが降り注いではいるものの、上空場所によってはちょっと黒い雲もあるかなという先ほどの映像です。今回このウェズスポーツの SC 頑張ってますね。雨の予選も6位ですが今もですね、6位。あ、でもドライでも頑張ってるんですね。そうなんですね、本当に失礼なんですけどドライはいつもドベを走ってらっしゃったんで、この活躍はねちょっとすごいですよ。ちなみにタイヤでいうとこの19号車は横浜タイヤです。前はホンダ HSV、 ブリヂストンタイヤのレイブリック HSV。 見た感じ三沢さん、はい、これウェッツスポーツ結構いけそうじゃないですか。そうですね、前の100番レイブリックよりは確実にペースが速いですから、はい、まあ今イケイケな状態なんじゃないでしょうかね。まあ、1年間かけてようやくちょっと出口が見えつつあるのかなと。まあ、まだライフをまだこんな前半でね言えること
ることはできないですが、はい、でもすごい進化というかすごい進歩してますね。まあ、シェイクダウンしてわずか数日で迎えた今季開幕戦5月の富士、雨の中の決勝レース、画面後ろ側ウェッツスポーツは3位でフィニッシュしました。まあ、横浜タイヤが雨に強い利点を生かしたとはいえ、あのレースはあれで非常にいいレースをしましたね。そうですね。ただね、由良さんね、はい、ちょっと注目しているのが道上選手、32号車ですね。はい、おっと、ちょっと待ってください。このペースがね、はい、あーっと、ちょっとぶつかった。はい、三沢さんどうぞ。エプソンのペースが非常にいいんですね。まあ、トップ49秒4に対して道上選手も49秒2で回ってるんで、はい、ずっと49秒前半で回ってるんで、ちょっともちろん今追いついてってますよね。上位がそんな状況になっている中、荒誠司は若い伊沢に対して勝負を仕掛けました。ちょっとマシンの横と横がヒット。これを受けて荒は仕切り直してもう一回プッシュ。イケイケの伊沢が苦しんでます。そのぐらい辛い状況と言えるかも分かりません。レイブリック HSV 今日取材に行った時にですね、天気になっちゃったねって言ったんですね、ウェイズスポーツのチームで、はいはい、だから天気になっちゃったんだよって言ってたんですけどなっちゃったですか、はい、なっちゃったって言ってたのとは裏腹にですね、非常になんか快調に走ってますね。さて、上位が差が詰まってます。ご覧のようにバンパと田中の差はこの5周で3秒詰まりました。まあ、これは500が間に入ってきている周回にはなってますんで、その辺も踏まえてだと思うんですが、バンパタクは、まあ、途中でレガシーが消えて割と後ろから追い風かなという状況だったんですが、これ皆さん、初音ミクのタイヤのライブどうなんでしょうね。いや、そうですね、非常に、まあ、田中選手か、はい、ペースを慌てずじっくりこうタイヤを大事に走っている印象ありますよね。はい、で片方バンバ選手はもう目いっぱい逃げ切るスタイルですから、まあ、この辺が面白くなってきます。ね、ただもう、まあ、あとちょっとで一応義務周回数を届きますから、ね、はい、そうなると、まあ、ソフトめのタイヤでもとにかく逃げて、谷口選手に託すという作戦もまだ取れますよ ね。 そうですね。この辺まだいろいろ手を打てる状態にあるので、はいはい、非常に、まあ、優位には展開していると思います。500の周回で18周以上というのが、まあ、ミニマムです。18周は走らなきゃいけないという一人のドライバーがですね、そういう状況です。ですからもう間もなくその周回数が500の計測で達するわけなんですが、まあ、そこまで、まあ、最低でもこのぐらいかできればもうちょっと差を広げて谷口にステアリングを託したいところです。バンパこれはもう完全にミラーには映ってるはずです。まあ、確認しながら、まあ、当然ピットからも三沢さん、いろんなインフォメーションがバンパの耳には入ってくるんでしょうね。まあ、そうですね、まあ、インフォメーションよりもとにかくバックミラーに映ってますから、はい、距離も分かってると思いますけどね。ご覧の差です。ちょっとイージーな差になっていたかなと思いきやそうではありません。十分にフェラーリ458もチャンスありです。チャンスありありますね。この両者の順位が逆転しますとフェラーリチャンピオン、BMW はランキング2位のまま年間終了です。さてこちらはさあロイックが勝負を仕掛けますが、まだやってますね。これはロイック・デュバルに対して平手がなかなか面白いブロックを続けているようです。デュバルの方がおそらく早く抜きたい、そういう心理に見えるんですが、さあ若い平手がここは駆け引きをしてロイック・デュバルが迫ってくるんですが、おーここでデュバル抜いた。1コーナーから2コーナーにかけてズバッと行きました。ディフェンディングチャンピオン、ここで誇りを見せました。ロイック・デュアル順位を上げました。8番手ストレートエンドでかわせないところにちょっと隙があったかもしれないですね。あ、なるほどね。多少ライン取りもミスをしたかなという感じですよね。そう、SC のが多少ストレートは速いんじゃないかと思うんですけれども、はい、で抜いた後やっぱりロイックはペース上げましたんで、ポテンシャルはやはり少し上回っていたようです。この3番手に対して先ほど三沢さんの情報で言うと後ろからまあ
ダンロップタイヤの中島レーシングが迫ってくる可能性なきにしもあらずという状況です。これですね、ガバの白いマシンです。トレルイエ選手もここでペース上げてますからね。あ、なるほどね、はい、まあ、前しか見てないという状況じゃないでしょうかね。いいペースですね、トレルイエ選手は。ちょっとペースの話をしましょう。このエプソン HSV が今50秒台前半で走っています。でも、トレルイエとそれから石浦、この2台は49秒台で、クインタレッリは50秒台の半ばというペースです。まあでもこのダンロップの中島レーシング、なかなかこのラウンドは三沢さん、パフォーマンス高いんですね。そうですね、走行前のね、スタート前のインタビュー聞くとちょっと不安げな表情を見せてたんですけども、はい、まあ、走りはそれなりに自信に満ちてるなと思います。ですね。さあ、ご覧のようにモチュール GTR の後ろからホンダ HSV ダンロップタイヤの中島レーシングエプソンが来ました。平手を抜いたロイックは前にいるのが金石なんですけども、ホンダ同士またここか、またここだ。ここは速いですね。早い、すごい車決まってますね。抜かれてる方の動き見ると、え、ここで入るのっていう動きしますよね。なるほどね。ここはね、入られるところじゃないんで、だとすると鳴りを務めていたこの1号車ウィダー HSV が、まあ、セカンドスティントの小暮も含めて、もしかするとキャスティングボートを握る存在になってくるやも分かりません。なんかテストの時でも練習でもしてたんでしょうかね。タイム的にもどんどんいい感じになってきましたね。これタイヤのチョイスが少しハードめでいい、今ちょうど当たりが出ていいのかも、いい感じですよね。まあ、この辺り本当に早々にピットに入った近藤であったり、それからカルソニックに対して、まあ、同じブリヂストンでも、まあ、モチュールもまだまだペースはいいですし、ロイック・デュバルのウィダーもペースがいいように、本当に選んだタイヤの種類によって随分と差が出ているようです。さあ GT500 クラスの方はラポイントリーダーのエスロードがトップ快走、その後方では ARTA もここに加わってきて、ARTA がこの争いに加わってきた。島田さん、はい、どうぞ。こちらピット動きがありました。11号車 JR ゲーナーが ピットインの準備を完了しました。先にフェラーリか。そうですね、先にフェラーリ。この作戦ありだと思いますけどね、はい、ここでもうラストチャンスは多分競り合えないので、先に入っちゃってフレッシュタイヤで平野選手でとにかくプッシュしまくって、でその後、まあ、初音ミクが出てアウトラップでっていうところが狙いじゃないですか、はい、オート SG チャンギコースオフ、これはファーストアンダーブリッジの手前ですね。これトラブルですかね。あそこの内側のあそこまで行くっていうのは自分から入っていったよ、ね、そうですね。これスピンしてもなかなか入らないと思うんですよ。でアウトラップみたいです ですね、うん、これ5コーナーでしょ。あ、やっぱり自分から入りましたね。ですね、はい。さあ SD チャンギも、まあ、今シーズン、非常に健闘したマシンですね、井上さんね。そうで、この後半ちょっとペースがおかしくなりましたね。非常に優勝までしている、はい、今季は最高の仕上がりを見せたチームですね。入りました。さあチャンピオン争い動きが出ます。この JIM ゲイナーフェラーリ458、なんとBMW に先んじてピットに入りました。先手を打ちます。どんなタイヤがあるんでしょうね、この車。タイヤダンロップ。さあ田中哲也ファーストスティント、そしてセカンドスティント、ちょっと長めになりますが、平中克之が今コックピットに収まりました。給油を行います。フェラーリ陣営、現在このチームがポイントリーダー、逃げ切りのチャンピオンとなるか。そして逃げ切りのチャンピオンを取るには初音ミクの前でフィニッシュ、すなわち今季初勝利のトップチェッカーを得ることが現状では条件になります。さあリアタイヤ取った。さあ今タイヤを締めてジャッキが下がった。ちょっとスタートできないか。ようやく出た。平中が出ていきます。先手を打ったフェラーリ陣営。結構給油時間も長い、この早い18周という割には長かったので、ガソリンもあんまり入ってなかったのかもしれないですね。そうですね。
10時間結構かかりましたね。はい、どうぞ。今ですね、JIM ゲーナー左フロントのタイヤ交換少し手間取って時間がかかってしまった様子です。さあ、そしてコースに出ていった平中なんですが、少しマシンをロールさせながら行って、早めにタイヤに熱を入れたいというふうに見えます。さて、バンバータクがスタートスピントを任されたこの初音ミク BMW なんですが、後方にいました JIM ゲイナーフェラーリが先にピットに入りました。島田さん、はい、どうぞ。こちら初音ミクもピットインの準備を完了させました。画面は谷口入ってきた、ね。まあ、こうなると平中選手この周もう一生懸命行かないとダメですね。いわゆるアウトラップですね、はい、最大の山ですね。同時に三沢さん、このバンバがインラップどのぐらい頑張れたかというのもちょっと注目ですね。そうですね、まあ、とにかくこのドライバー交代があります GT レースはピットに入る周、いわゆるインラップ、ピットを出た周、いわゆるアウトラップ、まあ、ここでのドライバーの踏ん張りというのは大きくものを言います。おっと、ちょっと給油ホースがドアに引っかかった、まあ、こういうちょっとしたアクシデントなんかもあるわけですが、さあ、バンバが谷口にステアリングを託します。これもまだ給油は終わりません。スタッフがカウント、今給油完了。まずフロントタイヤを変えます。フェラーリはどこだ、フェラーリはどこだ、ちょっとこっちが速いような感じがする。谷口出ていく、フェラーリどこ、フェラーリはどこ、まだ、ね、まだ来ない、まだ来ない、先に出るのは BMW、 フェラーリはどこ、今来た、今来た、最終コーナー、まだ最終コーナーですね。コースに入った BMW、 今立ち上がってきた画面向こう側、赤いマシンが真紅のフェラーリ、差が広がりました、広がった、広がった。さあ、このアウトラップの周どこまで詰まるかですよ。さあ、これがアウトラップ、果たして谷口のアウトラップやいかに。今回ってきた、後ろからフェラーリが回ってきた。ここから一周ですね。これですから2コーナーから3コーナーを渡すこの直線ぐらいの差が両者あります。さあ、平中対この谷口、前を行きます BMW、 アウトラップなんで慎重にマシンを動かして、一方入っ出て2周目に入ってきましたフェラーリ。路面は一旦29度まで下がったんですが、また気温が、日差しがあるんで上がって31度、路面温度はまたちょっと上がりました。そんな状況の中、アウトラップの谷口、この前半のセクターからどうでしょうね、これ後ろフェラーリとの差はそんなになんか詰まりそうな雰囲気がないんですが、ね、もう谷口選手自信に満ちて走り始めちゃってますからね。割と出た後フェラーリがマシンを左右に動かしてこうタイヤに熱を入れたがっていたのに対して、三沢さん、はい、BMW は出た後から割とどっしりといった感じがします。そうですね、なんだか俺はすぐ温まるよみたいな、そういう空気が出てましたよね。これがその BMW です。あまりナーバスな雰囲気は見せませんでした。気になるのはこの後ろのフェラーリとの差です。今 BMW アウトラップ終えます。アウトラップ終えてフェラーリはまだ見えてこない。やっと今セカンドアンダーブリッジ越えたところ、ストレート今ケージラインを通過しました。初音ミク BMW やっと来ました、後ろからフェラーリ。これで今ホームストレートを通過して、差はどのぐらいになるでしょうか。今行って10秒ですね、差が10秒ある。うわー、10秒か、結構あります。これちょっと楽にやりましたね。あとは後半長いんで、はい、この長いスティント上手にタイヤをマネージメントして走る必要はありますから、まあ、まだここで安心はできないですよね、後半どういう状況になってくるかは、はい、ただここまで2人両チームが同じ作戦を取って、で一応今のところ初音ミクチームが、ちょっと優位に立ってますね、はい、ご覧のようにレースは23周目が終わっていまし、終わっています。その状況で、ま、先に BM が入るのではないかという予想があったんですが、 BMW 初音ミクよりもこの11号車のフェラーリがピットに先に入って、先手を打ちました。しかしそれに呼応するようにすぐピットに入り返して応戦しました初音ミク BMW です。
見た目上のトップにこのハンコックポルシェが立ちました。この車はですね、スタートがピットスタートだったマシンです。で当然まだこのマシンはピットには入っておりません。ドライブシャフトにトラブルがありまして、スターティンググリッド、ダミーグリッドにつくことができませんでした。従いましてピットスタートだったこのハンコックポルシェが見た目上のトップに立っています。さあこのミシュランタイヤ、ついに金字塔なるかというエスロードモーラ GTR。 2番手デンソーサード石浦を9秒以上離して、余裕シャクシャクのトップ快走。由良さん、差を広げてるんですね。うん、そうですね、余裕ありますね。まあ、とにかく圧倒的な優位でこの最終戦を迎えています。16ポイントのリードがあって、逆転チャンピオンの権利があるのはモチュール GTR ただ1台。仮にそのモチュールに勝たれても、自分たちが6位以内でフィニッシュすれば OK という有利な条件。まあ、その条件云々を言う前に、この最終戦圧倒的に強さを見せてますエスロード GTR。 なんだか三沢さん、はい、シーズンを象徴する走りですね。そうですね、まあ、もう今年の総仕上げ的な走りですね。はい、まあ、ですからあとはもう1回こう当然ピット作業があるので、どういう風になりますかね。対するトレルイエはもう限界ギリギリのせめぎ合いですね。トレルイエがでも48秒台か。8秒7ですか。おお、これは速い。バックショット本山。うわ、この2周続けてペース上げてきましたトレルイエ。だとすると、もしかするとピットに入るタイミングが近づいてるのかも分かりません。さあ、ダンロップタイヤのエプソン HSV がピットに入りました。大健闘ですね。この車も上位の動向次第によっては表彰台の可能性大いにありです。まあ、ホンダの砦になるんで、この中島レーシング、ちょっと大いに後半の奮闘を期待しましょう。道上からこの後中山雄貴にステアリングが入れ替わります。現在3番手モチュール GTR ブノア・トレルイエ、先ほどデンソーサードの石浦をも上回る48秒787を出しました。さあ島田さん、はい、そこのニスモチームモチュールオーテックですけども、本山選手はもうヘルメットをかぶってですね、ピットウォールのところをエンジニアたちとですね話している状態ですね。まだタイヤはですねピットロードに出てませんけど、本山選手はもう完全にもうスタンバイですね。次郎さん、これ結構前から本山選手こんな感じなんですか。ちょっと今マイク取れないようですが、まあ、本山はちょっと前から準備の体制には入っていたようです。この車の前にまだデンソーサードがいます。まあ、まずはデンソーサードを抜いて、さらにもう一度、あ、ピット入るのかな、あ、いや最終コーナー立ち上がってきました。デンソーサードを抜いて、さらにその前のモチュールもまず抜くことが、最低限の条件になります。モチュール GTR、まあ、このモチュール GTR が6番グリッドスタートで、開幕戦を制したところから2011年シーズンが始まりました。由良さん、シーズン半ばはこのチームは結構ギャンブルもやりましたしね。そうですね、面白いレースを結構見せてくれてますけど、はい、まあ、面白いなんて言っちゃ失礼ですけどあのレースの醍醐味を見せていただいてますよね。はい、確かセパンだったと思いますが、あの無交換という、ね、作戦を採用したりとか、まあ、ニスモらしく戦略性を見せたシーズンではあったんですが、シーズン半ばはポイントが取れず、鈴鹿の700キロ4位、富士で6位、前回九州で勝って最後、まあ、ギリギリ逆転のチャンピオンの可能性を残して茂木にやってきました。現在もトレルイエと前石浦の差は 3.6 秒。レースの周回は26周が過ぎています。あ、でも島田さん、はい、次郎さんどうぞ。その本山選手ですが、はいはい、一度ですねヘルメットをかぶってですね、かなりの勢いでピットウォールに出てきて、監督とエンジニアと話したんですが、今は落ち着いてですね、ゆっくりとピットに戻って、ヘルメットはかぶったままですね、このように、ですけども落ち着いてですね、今戦況を見守っているという状況ですね。三沢さん、これセカンドスティントのドライバーが
まあ、ヘルメットかぶるってこと自体でまず一つスイッチは入れるわけですよね。そうですね、はい、もう完全スタンバイ状態ですね。もう気持ちの準備はしているという、はい、まあ、あとはですからチームの判断を本山は待つという形になります。これでもピットウォールまで何度か行っていったということを考えると、途中でもしかするとちょっと作戦変更になっているのかもわかりませんね。そうですか、意外と引っ張れるなみたいな、そういう感じかもわかります。あ、だとすると由良さん、このモジュールのブリヂストンはライフが予想以上にと言いましょうか、そうですね、いいということですね、はい、あの順調に来てるんじゃないですか。それで最後、軽くなってからですね、はいはい、あの短い給油時間と、まあ、あのフリップのしっかりあるタイヤを選んで最後の、まあ、追い上げにかけるみたいな部分もあるかもしれないですね。はい、島田さん、はい、どうぞ。そして隣の隣トップのですね、モーラの S ロードですけども、はいはい、柳田選手もですね、もうすでにヘルメットかぶり、そしてですね、柳田選手もすでにグローブもはめた状態で戦況を見守って自分のシートで座っているということですね。余裕の10秒リードです、 S ロードモーラ GTR。 ロニー・クインタレッリはコンスタントにラップを刻みながらトップをキープしています。文句なしの勝ってチャンピオンへ残り半分となります。全然慌てる必要ないですね今ね、はい、今チャンピオンを争うモジュール GTR がこの位置です。こちらはもうとにかくあらゆることを考えて、はい、上に上がれる方法はないかと、はい、まあ、そういう部分ではだから本山選手もはじめこうしたらどうだっていうようなのがあるんでしょうね、チームとして、はい、まあ、今シーズン先ほどそのセパンでタイヤ無交換という面白い戦略を見せたという話もありましたが、はい、逆に言うと王道なあの戦い方はできない苦労したシーズンでもあるんですね、はい、ある意味でそういうのっていうのはこう技を使うレース、あのレースでもし盤石に進んでればまずタイヤは普通に変えられるわけですね、はい、だからそこまで苦労したシーズンだってことも言えると思いますね。さあ、そしてこれは GT300 見た目上の2番手争い、前ガライア、後ろシデン、まあ、2台僕からしたら可愛い2台ですけど、はい、この GT のレースから、いなくなる、なんですよね、はい、立場にある2台ですけどね、まだ分かりませんが、はい、来シーズンもしかするとこの2台は見られないかもしれないという車になります。まあ、レギュレーションの変更なんかもあるんで、そういう状況の2台ですが、加藤が来てる、加藤が来てます、来てますね。前はガライア、高木真一、入った、あ、これはでもガライアピットに入ります。まあ、なんかありそうでないガライアとシデンのランデブーでしたね今ね。そうですね、まあ、あんまりこの2台が近づいたところっていうのは実はなんか見た気温がそんなにないんですが、今ガライア対シデンという争いがあって、その前にいたガライアが先にピットに入りました。さあ、レースはいよいよ後半に入っていきます。初音ミク BMW GT300、 こちらが事実上のトップであります。これが事実上のトップでいいんですよね。そうですね、はい、はい、だと思いますが、レガシーはまだ入ってませんね。レガシーはまだ入ってないんで、これがですから事実上のトップと申し上げておきます。チャンスあるのかフェラーリ、完全にストレート1本離れましたね。こっちじゃなく後ろのこれが当該のライバルです。ここに、あ、でも結構差があるな、14秒ぐらいに広がってますね。広がってますね、これこうなると厳しいですね、はい。まあ、先にピットに入る、いわゆる先手を打った格好のこの JIM ゲイナーフェラーリ458ですが、うーん、初音ミク BMW 強しという構図になります。さあ、そして2011年シーズンを席巻してきましたミシュランタイヤ、レクサス陣営はこの車が唯一ミシュラン装着、石浦から井口にドライバーが入れ替わります。はい、どうぞ。島田さん、こちら46号車と23号車同時にピットインの準備を始めました。同時、チャンピオン争い500の2台が同時にピットインの準備をしているという情報です。その2台に先んじてこのデンソーサードがピットに入りました。セカンドスティント若い井口、とにかくこの最終戦は無事に終えたいというデンソーサード陣営です。
ピットの準備はできたというポイントリーダー、そして現在のトップ、このエスロードモーラ GTR、 2番手モチュール GTR との差が先ほどのホームストレートで 13.6 秒あります。ここまでは盤石、隙はありません。ちょっとだけですよね、由良さん、はい、スタートでカルソニックが少し後ろついた時ぐらいで、あとはなんかほとんど無風ですから ね、 でこれピットも多分監督は慌てるなと、じっくりミスのないようにしろっていうでしょうね、はい、逆に、まあ、ニスモ勢はもういつものように最短時間でしかない。下田さん、下田さん、はい、どうぞ。モーラーが先にピットインしました。はい、今作業を行ってます。一方23号車まだタイヤも出していませんが準備を始めているところです。さて、エスロード GTR が先に入ります。今コックピットを出ましたロニー・クインタレッリが柳田のシートベルトを締めています。で、終わって扉が閉まりました。さあ、落ち着いて慌てる必要はありません。ああ、これはなんかきっちりやったなという感じですね。32秒31秒って大体、まあ、順調なピットですね、ピットワークですね。全く慌てることなく、まあ、自分たちの呼吸で何かピット作業を終えた印象です。エスロード GTR。 下田さん、はい、どうぞ。今のですね、11号車、あ、すみません、46号車のピットインの作業を23号車隣のピットからみんなその凝視するように見ていて、かなりもうピットでも火花が散っているといった感じです。そのモチュール GTR が見た目上のトップに立ったんですが、注目はモチュールがどこでピットに入るか、入った後どこに出てくるかです。で、現在エスロード GTR と転送サードは、そうですね、まあ、当初通りの位置関係、まあ、力関係といいましょうか、差でもってコースに復帰した印象です。今や遅しと出番を待つ過去3回王者の名手本山。モチュールはね、今ね、もうプッシュ中なので、はい、もう間もなく入るんじゃないですかね。これでも三沢さん、トレルイヤーは結構58秒台結構出してたんですね、これ。はい、もうプッシュをした、なんと狙いは伝送じゃないですかね。まず2位のところですね、はい、さあ、あと注目はこの入った車がニスモであること。ピット作業はどこよりも早いニスモ。待っていた本山、コックピットに収まります。まずトップの前に2番手、まあ、事実上の2番手デンソーサードを捉えたいというこのモチュール GTR。 シートベルトは縛りました。給油終わってフロントタイヤを変えます。スタート、30秒7。そうですね、1秒2秒早いですか。ですね、2秒ぐらい早いですね、はい、2秒ぐらい。さすがにそのデンソーが今最終コーナーを出た、出た、上がってきた、後ろから来ます。さあ、前に出たモチュール、前なんですけどね、アウトラップです。本山、若い井口が名手本山のアウトラップに襲いかかります。後ろから来るのはレクサスでありミシュラン、日産の象徴、そしてプライド高きブリヂストンを背負っている前のモチュール。ここは負けるわけにはいきません。なおかつ本山からすれば後ろから来るのは若い井口、絶対に抑えなきゃいけない戦いになります。これ浦さん、抑えるに十分な距離保ってるんじゃないですか。あと1台ここか、ちょっと踏ん切らなかった。300に今ちょっとブレーキングのポイントを崩されちゃいましたね。さあ、ファーストアンダーブリッジを今越える応答。近藤レーシングはちょっとコースオフ、近藤はまだビルドハイムがステアリングを握っているようです。さあ、逃げる本山、事実上の2番手、事実上の3番手にデンソーサード、まあ、あとはこのセカンドスティント中盤から終盤にかけて、このミシュラン対ブリヂストンのタイヤウォーズ、どういう力関係を見せていくか。まあ、でもノアトレルイエのファーストスティント見ると、浦さん、このレースモチュールのタイヤは良さそうですけどね。すごく良かったと思います。さ
さあ井口アウトラップの本山はまあ十分見えてるんですが、もう本山選手も本来のグリップを確保してる感じですよね。結局手を伸ばしたものの背中までは届きませんでした。これでも三沢さん、はい、あのブネオラトレルリーが猛プッシュしているというコメントを先ほどいただいたんですが、多分 4,5 周48秒で走ってたと思うんですよ。そうですね、はい、まあ、3ラップぐらいは連続規制出してたので、はい、まあ、とにかく電装が入った瞬間、まあ、あの電装が今度は、ね、アウトラップで、時間がかかるの分かってますから、はい、まあ、そこを突きに行った作戦でしたよね。映像からだけだと見えにくいファインプレーをしましたブノワトレルイエ。まあ、ですからタイヤが少し酷使されて辛くなってきて、まあ、ピットに入る前の数周どれだけタイムで頑張れるかというのは、まあ、ドライバーの力量を示す一つのバロメーターではなかろうかと思うんですが、そこでこのブノワトレルイエが素晴らしい猛プッシュを見せて本山聡にステアリングをつなぎました。待っていたのは名手本山。あと本山選手はそのアウトラップみたいな、はい、タイヤのグリップが不確定な状況っていうのがすごくコントロールがうまい選手なので、はいはい、まあ、そういった部分も含めて合わせ技だったような気がしますね。だからですかね、由良さん、九州ファーストスイートこの男やりましたけど、後ろからすごい走りでしたもん ね、はい、ね、まあ、見応えがありましたね、はい、美味しいところを全部持ってった感じでしたね。かっこよすぎっていうぐらいかっこよかったです、はい、まあ、本当に、まあ、簡単な形容で言うとズバズバ抜いていって、まあ、11番グリッドからスタートの見事優勝につなげました本山です。現在見た目上の4番手、見た目上と申し上げましたのは現在トップの ARTA はまだピットに入っておりません。これで何秒ぐらいのタイムは、これで最初の、まあ、あのタイヤの温まったタイムですね、この周が、はい、さあそしてあここで ARTA が入りました。これで上位で入ってないのがインパルだけです、まあ、あとはもう後ろにいるんで、インパルだけです。もう47秒台早いですね。もう47秒台はエスロードとモチュール、それからデンソーサード井口は48秒台です。見た目上のトップ JP オリベイラ、カルソニックインパルは、まあ、いいスタートを切った後ペースダウンしたこの JP オリベイラで結構長い周回引っ張りました。エスロードとモチュールの差は詰まってますよね、これ。そうですね。元々の差よりは4秒差ぐらいです。ぐらいですね。あ、そうですね。さあ、カルソニックインパル、これが現在見た目上のトップ。2番手にエスロード GTR、3番手モチュール GTR です。それからカルソニックは1回ピットには入ってます。でドライバーを変えてないんですね。1回ピットに入ってタイヤだけ変えて、ですからドライバー交換はしなきゃいけないんで、もう1回ピットには入ります。給油もでしょうね。あ、ですね、はい、エスロードが今ヘアピンに向かいました。あ、ただこの車後ろからモチュールに詰められているとはいえ、かなり詰まりました。でも実際この順位が仮に入れ替わってもエスロードのチャンピオンは変わりません。そうですね、はい、まあ、モチュールに花を持たせてワンツーフィニッシュでも何の問題もない、そういうことですね、はい、まあ、無理をする必要は全くありません、まあ、でも勝って終わりたいでしょうね、そうでしょうね。そういう意味では昨シーズンのこの最終戦になりました茂木も、まあ、脇坂11と小暮隆のセカンドスティントの非常に見応えのあるバトルがあったんですが、小暮がね、別に無理する必要はないけど相当頑張りましたからね、はい、これ本当にこの状態っていうのはそれこそ S ロードに何かがあってモチュール勝つとチャンピオン変わるぐらいの、今そういう意味では非常に危ない場所にあるんですね、このチャンピオン争いとしては、はい、全くこういや、まあ、今は緊張、 両チームともすごい緊張してるんじゃないでしょうかね。まあ、この位置にモチュールがそうですね上がってますので、前が消えれば即優勝ということになります。まあ、とはいえスロード GTR はあと20周弱19周かな残っている。ここをまずきっちり、まあ、少し順位を仮に下げたとしてもまずはしっかり走り切ってポイントを取ればチャンピオンです。まあ、そう考えますとフリフリと言われたなんかこう
ブリヂストンのですね、浦さん、はい、このレースはプライドをなんか見る感じがしますね。そうですね、頑張ってますよね。はい、このモチュールは十分に今シーズンを席巻してきたミシュランタイヤ勢と同等以上の速さを見せています。近づいてるな、まあ、このですからミシュラン2台の間に割って入っているのがモチュール GTR です。下ってきます、ダウンヒルストレート。そしてトップのエスロードに続いてモチュールが来ました。これが初音ミク BMW 谷口信輝です。まあ、谷口セカンドスティントというのは多分今季初めてのオーダーだと思いますが、水田さん、はい、あのバンバの仕事ぶりをちょっと称えたいですね。まあ、そうですね、あのペースももちろん悪くなかったですし、はい、あの落ち着いた走りだったと思います。したがってちょっと余裕が出ました初音ミク BMW。 念願のチャンピオンに向けていよいよレースの後半に入ってきます。300の方は、まだシデンはピットに入ってませんし、タイさんもピットに入ってません。レガシーもこれから、これが上位3台、その後ろに先ほど映った、初音ミク BMW が、まあ、事実上のトップとして君臨しています。モチュールはでももうほとんど捉えたんですね。捉えた、ね、捉えた、捉えた、完全に捉えました本山。前は柳田正孝です。アウトラップを終えた本山はすぐさま47秒台を出して、その後も猛追を続けています。今のハンコクの動きはちょっと分からなかったですね。何かアピールしたのか分からないですけど、はい、これでちょっと時間がかかって、ハンコクはちょっと結構なんかマシンが滑ってるんですか、これ。さあ、その横を抜いていきましたモチュール。これが2度目のピット作業になります。カルソニックインパル、1回目は早めのタイヤ交換のみ、ここでドライバー交代とそれから給油を行います。さあ、このまま2位に落ちてもチャンピオンというエスロード柳田なんですが、これ水野さん、心理的にはどんなもんですか。渋い感じですね。渋いと言いますと、まあ余裕はあるんですけれども、まあ、とはいえやっぱりこれ、まあ、レースの中で走ってる状況なんで、はいはい、やっぱり負けたくないじゃないですか。ですよね、で追いつかれてるっていう立場になってるんで、なんともこう渋いと言いますか、鈍いというか、あの変な話、ドライバーの本能でいうと、迫られたらバトルはしたいわけですよね。そうですね、まあ、したいですし、迫られたら、引き離したいんですけど、はい、今どんどん追いつかれてて、その追いつかれてる相手が本山選手なんで、そうですね、プレッシャー逆にちょっとかかっちゃってますよね。まあ、ここは、まあ、変な話、無理をしないで前に行かせても、そこの後ろから来るマシンさえ抑えてしまえばチャンピオンというのは変わりません。まあ、抑える必要は多分ないと思うんですけれども、あ、まあ、自分の走りをとにかく集中してですね、行くべきだというふうに思います。現在コンマ3秒の差です。前コンマ4秒近い差です。完全に本山選手はもう今ロックローンに入っているんでね、はいはい、でこれ、まあ、本山が48秒3で先ほど非常に速いんですが、だからといって前の柳田のペースが決して遅いわけではなく、この49秒3というのは本山の次ぐらいの速いんでしょ。そうですね、まあ、周回遅れも絡みながらのラップタイムなので、はい、まあ、ここからちょっとクリアラップが続くと思いますので、ね、そこでが、まあ、状況は見えると思いますけどね。その前にいるのが今 GT300 トップの初音ミク BMW。 そうですね、これ抜くと前がちょっと開けます。ここから先柳田対本山の争いになります。この GTR 同士の争いは先ほどの周回でちょっと柳田が差を広げて4.477という差にしています。これは本当精神的にはちょっとなんかなんとも重い感じなんですよ。重いですね、はいはい、その重さを背負いながら前が柳田、まあ、逆に本山の方は心理的にはすっきりしたと思うんでしょうね。そうです、もうやることはやるしかないんで、で自分は頭に出ることしかないし、はい、であとここまで来たらなんか言われたくないから、きちんとすっきり頭に出たいでしょうね。そうですね、
ですから本山の仕掛けどころまず注目。まあでもありそうですね、いろいろな、なんか、まあ、同じ日産コースですからね、はい、さあこれはヘアピンです。背中を捉えたモジュール GTR、まあ、これ抜くのは時間の問題のようには見えます。コンマ3秒の差です。まだでもすぐに仕掛けられるところまでは、いや簡単に抜ける状況でもないんですよ。なるほど、ただあのワンミスすると結構やばいかなっていう状況でもあります、ね、はい、島田さん、はい、どうぞ。当初そのニフスモがですね4本もスタート時点から用意して、まあ、外には出してない、外には出してないですけど、はい、用意してタイヤがあるわけですね、ワンセット、はい、本山選手が動きを少し動き出した時にですね、そのタイヤを下げてですね、また違うタイヤを出してきたんですね。ほうほうほう。ですから当初の予定してたスペックじゃなくてスペック変えたということですよね。あ、なるほど、まあ、そのあたりですから前のスティント走ってるドライバーからのインフォメーションなんかも踏まえて、ね、由良さん、瞬時にいろんな判断を下さなきゃいけなかった色合いは今季は相当強かったかも分かりませんね。そうですね、まあ、ブリヂストンとしても別にあのタイヤで完全に負けてるというわけではなくて、はい、ただ、レースにも合わせ込みにちょっと苦労してるわけで、今回こう見ててもポテンシャルは、ね、十分あると思うんですよね。さあ、まあ、差は捉えてはいるものの抜くのはそう簡単ではないというこの両者の差です。本山的にはこれ三沢さん、はい、まあ、残り周回が15周ぐらいになるんですが、はい、その残り15周の中で柳田をどの辺で抜こうかというのも少しイメージしながら取る。そうですね、まあ、今あまりイメージはない、逆にないんじゃないですかね。そうですか、まあ、とにかく追いついていって今完全にもうスリップに入っているというところはまだ行っていないので、まずそこ行ってから、で行っていないので今、まあ、とにかく隙を見つけに行っているようなそういう状況だと思います。なるほどね、まあ、だとするとあのような状況がもうしばらく続く可能性があるわけですね。さてその間にちょっと後ろの争いが接近しているのでここをご紹介しましょう。9番手争いです。 ARTA、ウェッツスポーツ、ゼントセルモ、そしてペトロナストムスです。レクサス3台、その前にホンダ HSV です。この一番前が、ARTA です。間にガライアも入っているんですが、これですから4台の9番手争いで、その一番後ろにトムスがいます。まだスリップまでは来ません。ご覧の差です。まあでもこうやって見ると昨シーズン後ろのチームが開発したタイヤで前のチームが今季好調っていう結構皮肉な構図になりましたねこれね。そうですね、おっしゃる通り結構皮肉な状況ではありますね、はい、まあ、それだけミシュランタイヤはいい進化をしてきました。このまま普通に行けばついに GT のタイヤの歴史に新しいページが加えられそうな感じになってきました。まあ、まだまだ10周以上残ってるんでそういう話をするのは早いかなとも思うんですが、まあ、今季シーズン流れで見ますとこのチーム、まあ、ロニーも結構笑顔が見えますが、そのぐらいの強さを見せてきたのがエスロード GTR です。Sロードというこのスポンサー名、まあ、割とこう馴染みがある名前じゃないんですが、由良さん、これあの S は鮭の S なんですね。そうですね、サーモンロードという、あの水産関係の、はいはい、会社のですよね。ものすごいやはりこう熱心なモータースポーツをやってくださってますよね。まあ、そういうバックアップがあってこの S ロードモーラ GTR ここまでいいシーズンを過ごしてきました。現在の順位を画面左側でご紹介しています。エスロード、モチュール、日産同士の1、2、3番手にデンソーサード、この車はミシュランタイヤ、そしてダンロップのエプソン HSV がいて、レイブリック、ウィダー、ケイヒント、ホンダ勢が続き、カルソニック、インパル8番手という上位です。です300は初音ミクが実際のトップになりましたね。はい、はい、見た目上の順位が変わってこれで正真正銘のトップに立ったようです。こちらは日産のランデブー、
残り13周、盤石の体勢を日産は築いていきます。 GTR ハンコックが2位間に入ったんですね。そうですね、2位ですね。これはハンコックは、ドライバーも変えてるんですか、ね、変わってますね、バット入ってますね。じゃあフェラーリの間に入っているということですね。フェラーリはもうちょっと重たくなってきましたね。ですね。ポイントリーダーなんですが、このまま行くとフェラーリのポイントは3位なんで83まで。画面一番前、初音ミク BMW Z4 は勝てば87ポイント、これで逆転してチャンピオンとなります。藤井智信コックピット、これが2番手ハンコックポルシェ。ピットスタートのハンコックが由良さん2位なんですか。これピットスタートもう1台のハンコックってことなくてこの車ですか。先ほどスタート前に私が聞いたのはこの33という情報を聞きましたが。そうですか、それはすごいですね、はい、そのもう知らない間にあの一番上まで上がってきたことになりますからね。いつ来たんだろうっていう、そういう感じですよね、はい。まあ、今おっしゃった話を補足するともう1台15号車のアートテイストのポルシェもハンコックタイヤを履いてます。さてちょっとポイントリーダーキープしてチャンピオンというのは苦しくなってきました。この JIM ゲイナーフェラーリ300はちょっと苦しいですね。まあ、平中がセカンドスティントを託されているんですが、前を行く初音ミク BMW を逆転する前にもう1台ハンコックポルシェという難敵が間に挟まってます。あのペースも初音ミクの方がちょっといいんですよね。マッハ号がコースオフ、これはファーストアンダーブリッジを越えたところですね、 S 字かな、マッハ号が止まってしまいました。さあレースはいよいよオーラスに向かっていきます。なんだかこのまま行きそうな感じです。もう完全に仲良くランデブー GTR。 あーくっつきましたよ。あ、これついた。あ、抜くのかな。元山、元山抜いた抜いた抜いた。300が絡んだところ狙ってました。柳田はちょっと抵抗したんですが、ここはまあちょっとミスをすると失うものも大きいんで引き下がりました。まあ一瞬の隙だったんですけどね。やっぱり元山まさにその隙を突いてきました。まあ、何もなければあのまますんなりランデブーかなという雰囲気あったところで300入った。ここでしたね。ここ本当隙でしたね、はいはい、ちょうど中途半端なところにいましたよね、はい、真ん中辺の。でもあの柳田選手はこの後イン側ちょっと締めていこうと思った時に入られてましたね、はい、こういうところは本当にこう全く見逃してもらえないですね。さすが元山、はい、まあ、柳田の心理からしてもどうでしょうね、三沢さん、そこの前までの流れ的に見ても、まあ、あそこでまさか来ないかなっていうのは若干あったんでしょうか、どうですか。まあ、あのバックミラーにすごく大きく映ってたと思うんで、はい、想像はしながらとは思うんですけども、ただ多分相当ブレーキを遅らせた中にさらに本山選手が入ってきたという状況だったので、はい、あの頑張りに負けた感じじゃないでしょうか。これで GT500 は順位が入れ替わりました。モチューブ GTR トップ、そして GT300 画面で今のままの順位で終えるとというポイントの動きを紹介しましょう。谷口万馬組、このままの順位でいくと逆転チャンピオン。田中と平中のフェラーリは83までポイントはしかポイントは伸びません。さあいよいよ残り周回数はこの初音ミクにとってチャンピオンロードとなります。このまま行くか、まあでもそこはやっぱり GT レースね、由良さん。いや私は何も言いません。何が起こるか分かんないような気はします。はい、今日はでもなんて言うんでしょう、だいたい今一段落ついたかなと。もう勝負決着ですか。いやそうじゃなくて今一応まあ、ちょっと間みたいな、はい、バトル的なのはちょっと落ち着きが出ましたね。あとだからこっからまあ例えば何かまあエンジン若干ちょっと問題が出たりだとか、はいはい、そういうのがまあ本当ラスト10周9周ですかね。自分のペースがもうみんなきちっとできてますから、まあ、変なことが起きない限り
まあ、ですからこういう状況でいればどの陣営も問題ないんでしょうけども、 GT レースはね、はい、両カテゴリーが結構混走になるんで、そうなるとね、三沢さん先ほどのように元山が抜いたような隙も生まれるわけですよね、はい、そうですね、まあ、その辺があるんで、まあ、簡単には終わらないと思いますが、とはいえ、まあ、なんでしょうね、由良さん、強いなという感じですかね、この車は。強いですね。勝てば3勝目となります、初音ミク BMW。まあ、勝利なきまま最終戦を迎えたこの11号車、JIM ゲイナーフェラーリ458は、2位4回という成績でポイントリーダーを保ってきました。これ由良さん、開幕3戦連続彼が2位だったんですね、はい、で GT レースはハンデがあるじゃないですか、はい、それ考えるとこれはなかなかこう拍手を送りたい成績の気がしますが、どうでしょうか。そうですね、素晴らしいと思います。だから結構今すいません、ちょっとタイヤ厳しそうですね。そうですね、結構グリップしてないですね、はい、もう滑り出してますね、かなり11号車。だからこのドライでは自信がっていうところが、はい、ちょっと想像以上に外れちゃってる気がしますね。相当ドリフトしてましたよね。今おっしゃったそのドライに自信があるからこそ初音ミクより先に入ったわけですよね。そうですね、で、まあ、後半に託したわけですけども、はい、ところがどうやら終盤は予想以上にタイヤが厳しくなってきたようです。対して500クラストップに立ったのは本山聡。このまま勝ちますと連勝でのシーズンフィニッシュとなります。その後ろからも S ロード GTR がやってきます。 S ロード GTR は今シーズンポール3回、勝ったのは第4戦スゴーの1回なんですが、まあ、安定感を見せました。そしてデンソーサード現在3番手、まあ、サードは過去2レースの流れがあるんで、まあ、とにかくもこのレースは完走してしっかりフィニッシュラインを通過したいところです。手前にモジュール銀色のマシンが S ロード、間に周回遅れのルマンがいて、その後ろに3番手のデンソーサード SC です。トヨタ同士レクサス同士の一騎打ち、これが11番手争いです。さあ、おー、中島和樹インをついた。おー、和樹が立川を抜いた。なんとか今シーズン立川に抜かれてきた中島和樹がここで意地を見せました。しかも右のフロント少し痛々しく破損しているんですが、中島和樹オーバーテイク、結構痛々しいですね。っていうか外れかかってるんで、はい、はい、ちょっとね、これピットインさせられる可能性がギリギリの線です ね、 ね、ちょっとボンネットがもう半分浮きかかって、でフェンダーが取れかかってますよね、はい、まあ、いわゆるオレンジディスクが出てもおかしくない状況にマシンはありますが、はい、しかし、はい、車を作ってる時はね、ボディの形状ってものすごいこうシビアにセンシティブに設計して作るものなんですけど、はい、これぐらい壊れてても速いですよね。ドライバーはかなりいろんなところが壊れてても、なんか精神力でいきますよね。テストの時とか全く違うんですけどね、本当1ミリずらしたら、いや、これはもう曲がらないからダメだなんていう、使い物にならないぐらい、ぐらいドライバー言うんですけども、はいはい、実際に自分でぶつけちゃったりとかして、いや、もう責任転換じゃないですけどね、いや、関係なくなっちゃうんですよね。さあ、そのマンパワーを見せた中島和樹は、抜いた後、同じレクサスのウェッツスポーツの背中も捉えた。和樹来た、ダウンヒルストレート、アウトからオーバーで大外刈り、ちょっとでも曲がんなかった。外から買っていこうとしましたが、抜けずにちょっと後退、これで立川選手がなんとかこらえました。ああ、でもここは中島和樹がなんかプライドを見せた形です。まあ、中島和樹はこの GT 最終戦が終わった後、10月の頭、フォーミュラー日本もここ茂木で最終戦があって、そこは由良さん、アンドレ・ロッテラとチャンピオン争ってるわけですね。そうですね、トムスでフォーミュラー日本はものすごいこと、今シーズン絶好調ですね。もうチームチャンピオンは決めました、はい、フォーミュラー日本のチームトムス、そのトムスのアンドレ・ロッテラと中島和樹が最終戦チャンピオンをかけて戦います。島田さん、はい、どうぞ。
そのトムス陣営ですけどね、一番最初にペナルティドライブスルーのペナルティに来た時にですね、破損よりも心配したのはですね、ピットのですねエアジャッキが壊れてないかどうかですね。ちょうど右側にですねエアジャッキのですねバルブがありましたんで、ただ結果的にですねエアジャッキは効いて、通常のピット作業ができましたね。その際にはですねオフィシャルの方からテクニカルの方からガムテープの補修だけで OK という状況が出てましたんでね、そうですか、そのまま出ていったという状況です。そんなトムスは一つマシンを抜き、その後も中島和樹が同様な走りを見せて場内を沸かせました。いよいよ周回数残り1桁。デンソー井口はコンスタントに49秒台。同じミシュランタイヤを履いている前のモチュール GTR を追ってます。それからちょっと褒めたいのはダンロップタイヤのこの車。頑張ってますよね。現在4番手です。しかも結構いいところにいますね。はい、十分に伝送が見えるところに中山雄貴エプソン HSV がいます。今シーズンはこの道上と中山のコンビが第4戦の相撲で1回表彰台に上りました。道上を中島レーシング移籍して初めての表彰台、ダンロップタイヤも確か久しぶりの表彰台だったはずです。道上がその存在感を見せていると同時に、その相撲のレースもそうですし、今日のレースも同じことが言えると思うんですが、由良さん、中山がいいじゃないですか。はい、そうですね、育ってきている感じしますよね。はい、いや随分勉強になっていると思いますよ。道上選手という素晴らしいパートナーにも恵まれ、またすごくタイヤを一生懸命開発していかなきゃならないという立場っていうのも、はいはい、そういう意味いろんな勉強になりますから、でも成長したシーズンじゃないでしょうか。従いましてその中山がもう間もなく目の前にデンソーサードを捉えようかという位置に来ました。これ三沢さん、結構中島レーシングチャンスあるじゃないですか。そうですね、ラップのペースもこの前よりも全然いいんですよね。はい、49秒台前半で走ってますから、サードもここちょっとペースアップしないと厳しくなりますね。はい、今前3台は50秒台なんですが、この車が49秒台で、さらに後ろホンダレイブリックがなんと山本が48で小暮が47、ホンダ陣営もうレース最後オーラスに向かってくるこの終盤でペース上げてます。そうですね、押し村とは今頃かよみたいな。そうなんですよね、ここで出てもね。そうですね、はい、ご覧のように今ルマンを挟んでここにレイブリック、山本が結構いいペースを先ほど見せました。そしてウィダー HSV 小暮もやっぱり速いんだなということを十分に伝えてくれます。おトムスはウェットを抜きましたね。これで順位が入れ替わりました。9番手に上がっています。中島和樹はあの後仕切り直してオーバーテイクを決めました。続くターゲットは8号車ホンダ ARTA の武藤です。和樹でもこれ武藤も結構捉えられそうな雰囲気はあります。これも相当フロントダウンホースなくなってると思うんですけどね。そうですよね、でもぐいぐい曲がってるんで、あここで行ったんだ、ダウンヒル外から行かないでインに入っておいてここで抜いたようです。中島レーシングがデンソー井口を捉えました。中山が来た。あちょっと踏みすぎた。表彰台がかかってますこのバトル。今シーズンサーキットを席巻してきたミシュランに挑むダンロップ、これはすなわちタイヤウォーズ。後ろ中島、前デンソーサード。いやでも中山選手いいですね。中島レーシング表彰台今季2回目まであとちょっとまで来ました。残り7周、ここはホーム茂木ホンダの誇りをかけてエプソン HSV プッシュ。コンマ3秒の差です。コンマ3秒であろうことか、このタイミングで GT300 の車両が間、おお中島和樹これで4台抜きかな。ズバズバと後ろから抜いて中島和樹が上がってきました。ペトロナス・トムス9番手に浮上です。その前にはもう1台、今度はカルソニックインパルがいます。
デンソーサードがこれ由良さんペースがあんまり上がってないということなんでしょうか。そうですね、はい、ちょっと後半苦しんでるかな。そういうよりもその中山選手がいいですよね。あーっとちょっとぶつかった。ガライア工作、あ立ち合いましたね。なんとか中山の方はそのままコースに復帰しましたが、不幸中の幸いはこの松浦回った後すぐさまコースに復帰できました。ただガライアは4番手入ってたんでこれで少し後退です。ちょっとこれ浦さん最低どうでしょう。ちょっとね、難しいところですよね、はい。まあ、カテゴリー違いの両者なんですがガライアの横をちょっとつっついた形で中山がこうスピンさせてしまうように画面上は見えました。その動きを受けてピットで中島悟監督が中山勇輝と交信を行います。そうですね、スピンさせさったという裁定になるとちょっと厳しいですよね。あ入っていくか。どうでしょう。これはフロントタイヤにリアタイヤですからね。これちょっとねもしかするとせっかくここまで来たのにペナルティの可能性ありますか。ちょっとどうですか三井さん。そうですね、まあ微妙なジャッジなんですけどね、ちょっと押した感が出てますね。まあ、もうしばらくするとこちらにもその裁定が入ってくるのではなかろうかと思います。さあで少し接触もあったんで中山勇輝の後ろからこれまたでも中山とあまり変わらないぐらいのハイペースで飛ばしてきました山本直樹が来ました。で山本の後ろルマンを挟んで小暮のウィダーも来ています。さて、Sロードの後ろ伝統3番手これ詰まってるのか。そうですね。でモチュール GTR はちょっと差を広げて残り5周です。まあ、とにかくここは落ち着いてまずマイポジションキープ前の柳田6番手までなら落ちても OK。 7番手以降に落ちると逆転でモチューム GTR チャンピオンです。残り5周なんとなくこう嫌だなというのはこれ2、3、4、5、6って近いんですよ。近いですね。でこれ変なミスすると7位の可能性十分あるんですね。これうわなんか嫌な残り5周です。エプソンにペナルティ出ないという情報が今我々のところに入ってきました。ですので中山勇輝兼でありこの車が4番手中山はデンソーサード井口を捉えそうです。また近づきましたね。 で山本直樹も結構来てるんで。ああでも中山いいですね。さあ井口ちょっと捕まった。レイブリック山本も来てルマンを挟んで小暮も見えています。小暮までが6番手 S ロード GTR 柳田からウィダーの小暮までがこの、2,3 コーナーをつなぐストレート1本分の中に収まってます。残り4周すっきりこのまままずは2位でチェッカーを受けてチャンピオンを決めたい S ロード。その後ろ同じミシュランのレクサス、デンソーサード、そしてホンダ、ダンロップタイヤのエプソン HSV 来ました。仮にこのまま表彰台に上れなかったとしても十分主役の存在感を見せたのが中島レーシング。残り4周ケース的には三田さん抜くチャンスありに見えますがどうでしょう。十分あるじゃないですかね。でまたこういった時中島監督っていうのがですね、はい、すごくいい言葉で無線飛ばしてくれるんですよ、はいはい、でドライバーとしては本当よしやってやるっていうね、まあ、あの過去僕も助けられたことも何度もあるんで、まあ、今いい状況じゃないでしょうかね。西田さんはフォーミュラー日本、ピア中島で中島監督のことやってましたもんね、はい、そうですね、はい、もうあれもでももう十数年前の話になりますが、元山コロネルがチャンピオン争いしたときに三沢さんも確か2勝 ?3 勝そうです、2勝しましたね、はい、まあ、共にチャンピオン争いましたね。そうですね、まあ、その中島監督、まあ、世界 F1 を知る中島悟が今更新して中山の気持ちを高めているように見えます。来たんじゃないかこれ。でも SC 早いですね。そうですね、ストレート、立ち上がりからすごいものすごいトラクションがありますよね。離れますからね。
だとすると井口は慌てずにその利を生かして、まあ、うまくいなしきりたいところです。そのですから井口に対してこれまた若い中山がどういう勝負を挑むか、ここは同世代の負けられない勝負です。この画面前がデンソー井口、後ろがエプソン中山、2番手 S ロードを頭にデンソーサード、エプソン HSV、 そしてレイブリック、4台縦長、その後ろにウィダーが来ました。ウィダーの後ろ7番手の塚越景品はちょっと差が離れています。そうですね、だから何かとんでもないことがあっても6位まで収まるんじゃないですか。収まるんだ。はい、そうですね、本当の大トラブルでもない限りは。そうですね、はい、ここで、まあ、例えばハーフスピンして全部に、はい、ここの集団全部に抜かれても6位ですよね。ですね、はい、だから、まあ、慌てないで落ち着いて、あのじっくりいけば大丈夫ですよ。さあ、いよいよコクピットの柳田は史上初めての両カテゴリーチャンピオンゲットまであとわずかです。大丈夫だと思いますけどね。まあ、今年のね、はい、あの柳田選手走りっぷり見てると、はい、まあ、これぐらいで動じるような、まあ、ドライバーではもうないと思いますので、そうですね、はい、まあ、今もう残り3周に対して自分のジョブに集中してるでしょうね。はい、まあ、本山選手はともかくとしてこれで6位に落ちたらちょっと悔しくて寝られないかもしれないですね。もう寝られないところが嫌から出られないって感じですね。さあ、いよいよ残り2周になりました。2番手の柳田、チャンピオンロードあと2周、後ろ5台のマシンを引き連れながら、まあ、あとはこのままフィニッシュして史上初めての GT500、300両カテゴリーのチャンピオンが近づいています。2003年と2010年、画面一番前の S ロード柳田は長谷見モータースポーツで GT300 のチャンピオンを取ってます。そして柳田はなんと2010年300で、2011年500で、2年連続カテゴリーを変えてチャンピオンという、これまた稀有な、事実を実現しようとしています。さあ、残り周回あとわずか。あ、エプソン、これ V 字がチャンスがあるかも。対伝送ですね。そうですね。それから S ロードの前に初音ミク BMW が来ました。初音ミクは当該のライバルフェラーリを25秒離して、ここは余裕があります。谷口、こちらもいよいよスーパー GT 史上初めて板車のチャンピオン誕生まであとわずか、あと1周半。さあ、縦長になって、これでも三沢さん、はい、レイブリック山本も結構、ね、いいとこいますね。これ4の山本抜いた。山本が浮上しました。中山雄貴一つ交代、山本直樹抜きました。4番手浮上、ここはでもズバッと行きました。来ましたね、見事。さあ、ファイナルラップ。悔しいだろうな。悔しいですよね。さあ、ファイナルラップに入りました。モチュール GTR、 勝つことが逆転チャンピオンの唯一の条件でした。その唯一の条件を果たそうとしています。逆にこの S ロードは6位以内に自力で入ればチャンピオン、その条件を自ら成し遂げて、いよいよ2011年のチャンピオンまであとわずかです。日産勢ワン・ツー、そしてミシュラン・ツー・スリー、この上位3台がレースを引っ張って、いよいよファイナルラップ。そして GT300 は初音ミク BMW がトップでファイナルラップに入っています。さあ、今モチュール GTR トップ、4秒近い差があります。本山聡にとって15勝目、ブノワ・トレルイエにとって12勝目のトップチェッカー、あとわずか。ランボルギーニが1台止まりましたが、その間をすり抜けて、初音ミク BMW はハンコックポルシェを12秒離してトップ快走。さあ、最後のダウンヒルストレート、まずはディスレース勝つ、
最低限のタスクを成し遂げるところに日産の象徴ニスモのプライドを見ます。そしてニスモを向こうに回してミシュランタイヤの利を最大限に生かした S ロード GTR、 ついにスーパー GT の歴史でミシュランタイヤがチャンピオンになります。まずは帰ってきたこのレースの勝者はニスモ、モチュール GTR、 そしてチャンピオン取った S ロード GTR、 ミシュラン体感 S ロード柳田2年連続のチャンピオン達成。素晴らしいですね。そして GT300、 今初音ミク BMW が帰ってきました。やっぱり強かった、性能調整なんのその、谷口とバンバがタイトルを取りました。そしてこの電脳ディーバ初音ミク、ついにタイトルゲット。及ばなかったのはイタリアの象徴、この赤い羽馬、最後の最後まで抗いましたが戦略逆にはまりませんでした。3位フィニッシュ、ランキング2位です。年間一騎打ちになりました2011年シーズンの GT300、500の両カテゴリーのチャンピオン争い。権利のあったモチュール GTR は最低限の条件である優勝は成し遂げました。しかしそれを阻止したのはこの車、圧倒的なマージンを持っていた S ロード GTR、 16ポイントのマージンを守りきって見事柳田とクインタレッリが2011年のドライバーズチャンピオンに輝きました。トレルイエが今クインタレッリをねぎらいました。まあ、本当にでも一つ歴史が変わりました。15シーズンスーパー GT は500クラスブリヂストンタイヤ再建、そこに割って入ったミシュランが初めてこの2011年シーズンにタイトルを取りました。そしてこの初音ミク BMW もセパンでのポール2フィニッシュから始まってシーズン3勝目のトップチェッカーで年間チャンピオンに花を添えた形です。強かったですね。あんまり早いんで性能調整をしたけれどもなおかつ早かったという。そうですね、まあ、レギュレーションのこの変わりゆく狭間にこう新規投入、おっとクラッシュしてますか。クラフトです、失礼、D ステーションクラフトですね。そうですね、脇坂11、あクラッシュしてますね。ちょっとこれは橋の下に今マシンを突っ込んでしまいました。結構なダメージじゃないですか。いやそうですね、あそうですね、はい、さあ両チャンピオンが今横に並びました。それから紫電高橋も今マシンがこのストレート上で止まっています。ファーストスピンとこのバンバ、セカンドスピンとエース谷口、片山右京さんはスポーティングディレクターです。まあ初勝利の時には相当嬉しいんだという話をね右京さんもしてましたけども、見事にシーズン3勝でタイトルを取りました。結構終盤いろんなところでマシンが止まってます。87リールランボルギーニですね、オリドか、オリドが今止まっています。まあ、脇坂11、それからこのオリド学ぶ、結局最後のチェッカーフラッグを得られずにマシンが止まってしまったようです。まあ、おのおのが伊良さん、なんかこうみんながきっちりやることをやったレースなのかも分かりませんね、今日のレースはね。そうですね、はい、まあ、モチュールとしては最終戦としては思い残すことはないでしょうね、はい。まあ、これ以上の結果自分たちの力で成し得ないわけですから。そうですね、はい、7戦8戦、モチュールは連勝、シーズン3勝目だったんですがチャンピオン取ったのは、シーズン1勝、しかしながら安定感抜群だったこの S ロード GTR です。柳田は今ゆっくり走って、先ほど同い年の松浦が隣通ってなんか言葉かけてましたけど、いやもう感動してるでしょう、もうすごいそういう感じですよ。まあ、カテゴリー GT500 に戻ってきて、はい、そこでタイトルですからね。そうですね、 GT500 のチャンピオンを取るってやっぱすごいですからね、はい、止まっちゃった。
S ロードはこれ止めたのかな、止まったのいやこれ止まったんでしょうね、止まったんだ、あ止めたのかな、スタンドに応えたんですね、谷口涙、谷口という大きな声がかかって、まあ、このベテラン谷口の目からも涙がこぼれました。すごいね、サービス、ファンサービスしてる、スタンドの声援、それからマーシャルも今、この柳田に祝福の声をかけています。嬉しい嬉しいビクトリーラン、その S ロードモーラ GTR が今勝利の凱歌とともに最終コーナーを立ち上がってきました。スタンドから大きな歓声が起きています。ではインタビューです。そして場内にお越しの皆さん、こちら GT300 見事チャンピオンを獲得しました初音ミクグッドスマイル谷口選手とバンバ選手です。本当におめでとうございます。ありがとうございます。初チャンピオンです。はい、やっと勝てました、めちゃくちゃ嬉しいです。長かったですか、今年で僕 GT10 年10年目で、やっと勝つことができました。ありがとうございます。そしてスタートから見事大役を成し遂げましたバンバ選手。はい、本当嬉しいです。今年は、谷口選手とペアを組ませてもらって本当にたくさんのことを勉強させてもらって、苦しい時もあったんですけど、チャンピオンとれて嬉しいです。本当にお二人ともおめでとうございます。ガッツポーズを見せた谷口は、まあ、結婚したその節目の年でのチャンピオンでもありますね。過去年間2位1回年間3位3回という詳しい思いを4回してきた、参戦10シーズン目のこの谷口にとって、まあ、あの涙というのは本当に大きな意味があります。嬉しい嬉しい初めてのタイトル谷口信輝です。いつもの鈴木監督がモーラの2人を今祝福しました。ロニー・クインタレッリと柳田正孝です。放送席そしてツインリンクに、茂木にですねお越しになりました。場内の皆様、2011年チャンピオン500クラスチャンピオンになりました柳田選手、そしてロニー・クインタレッリ選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。いや本当にいつもの走る前は全然大丈夫だったんですけど、すごい緊張した。こんなプレッシャーあるのかと思うと思ったくらいすごい緊張しました。大観衆の拍手今聞こえましたか。いや本当に今日日産のね応援団もすごかったし本当にありがとうございました。昨年の300クラスチャンピオン、そして500クラスチャンピオン、今年です。いや本当に信じられないです。本当にいいチームに恵まれていると思います。いいチーム、いいチームメイト、去年もそうですけど本当にいいパッケージングにしてくれたチーム、そして今年はミシュランタイヤ、本当に全てが素晴らしかったですね。もう本当に皆さんに感謝です。ロニー選手、コンプリメンテ。はい、グラッチェ、ありがとうまあでも素晴らしいレースでした。スタートからですね素晴らしいですね、プッシュプッシュでしたね。はい、ありがとう。西さんの皆さん、ありがとう、ありがとう最後、まあ、そうですね、まあ、スタートから思ったよりあのタイヤの調子、車の調子良くて、あの思いっきりプッシュできて、サーモガップも作って、まあ、本当に安心なスティント だったんで、まあ、後半に向けて、まあ、ちょっと長かったですねチェッカーまで。でも、まあにね、あの信頼があって、あの絶対ミスしないドライバーだから、まあ、本当に良かった、素晴らしい、本当に素晴らしいシーズンだった。まあ、ちょっとですね、上腕ですね、12号車 JP がですね迫ってきましたけど、あの時はどういう心境だったですか。まあ、それ、まあ、オープニングラップだけだったんで、まあ、まだタイヤ僕あの完全に温まってないから、まあ、もうあの結束1周目からもうあのタイヤきちんと止まってて、全然本当にペースが良かったから心配なかった。本当におめでとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとう。
柳田にとって GT300 2003年2010年、このタイトルを含めてスーパー GT トータル3度目のタイトルです。それから島田さん、はいはい、そして場内の皆様、最終戦見事な優勝を果たしましたニスモモチュールオーテックのお二人です。本山選手そしてトルルエ選手です。前回のオートポリスといいですね、今回も素晴らしい走りでした。すごく良かったですね。まあね、まあ、前半ムドナーがうまく、ね、車とサイヤと、ね、使ってそのタイム離れずに、ね、まあ、後半差を詰めて変わったっていうのと、まあ、ピットのタイミングとピットワークといろいろ含めてすごくいいタイミングで走れました。当然のようにですね、今回優秀の美を飾るべく最終戦は勝つと言ってましたね。やっぱりね、あのチャンピオンシップが苦しい状況がね、中盤戦であったんですけど、やっぱりあの諦めない気持ちからみんなね、本当に頑張ってくれて、ね、車のパフォーマンス、ね、エンジン、そしてタイヤってね、その、あの1レースごとにやっぱり改善されていくし、うまくね、それに見合ったタイムと結果が伴って、ね、そのチーム全体としていい方向で最終戦まで来ることができたんでね、その環境に本当に感謝します。Man, the last time in an auto police, you pushed Satoshi pushed first. Then this time that you push first and then to the Satoshi, the different story. Yeah, it's always a different strategy and it's just teamwork. And sometimes it's good to take the start or to start second. It depends how the driver wants to do also. And in auto police, Satoshi did a fantastic job. And I had to do it today again, but the car was a bit difficult at the beginning with full tank, but after 10-15 laps it started to be really well, and I came back on 39 and the team did a really great pit stop, and Satoshi could restart in front of 39 and come back and 46 and overtake. Was really nice overtaking. He did again a really great job, and I just want to thank him and all the team for the good job we did the last two races. まあ、前回ですね、オートポリスではですね、本山選手が先に乗ってですね、あとはそのトルエ選手に渡してそして勝てたというところですが、今回は逆にですね、トルエ選手が序盤頑張ってそれで本山選手に手渡した人というところで、ストレテジーは違ってもですね、また素晴らしいレースができました。まあ、そしてですね、今回ですね、もうオートポリス同じように本山選手が素晴らしいオーバーテイクを見せてくれたからこそ勝てたということですね。まあ、チームワーク、そしてですね、やはりお二人のドライバー、特に本山選手のドライビングが素晴らしいと言ってましたけども、やっぱりあとは、ね、チャンピオンシップに関してはね、まあ、僕らはシーズン3勝できましたけど、やっぱりね、あの今年に関しては46号車モーラミシュランタイヤの、ね、パフォーマンスが1年通してやっぱり素晴らしかったっていうところで、まあ、そこにはもうね、もう完敗というしかなくて、ね、また今後、ね、先に向けてまた頑張っていきたいですと思いますし、ね、本当に、ね、あのチャンピオンおめでとうございますと、ちゃんと伝えたいです。はい、最終戦の優勝おめでとうございました。ありがとうございました。手を振った本山が単独トップ更新のシリーズ15勝目、ブノワ・トレルイユはこれですから立川と並んで12勝目ということになります。今季連勝のトップチェッカーでモチュールはですからシーズン3勝を挙げたという感情になります。さあ、それでは暫定結果をご紹介しておきましょう。まずは GT500 です。モチュール GTR が見事優勝、2位フィニッシュでチャンピオンを取りました。エスロードモーラ GTR、 デンソーサード SC までが表彰台です。表彰台にまたミシュランタイヤのマシンが2台上った形です。4位にレイブリック、5位にエプソン HSV、 ウィダー HSV が6位で、7位に景品 HSV、 ホンダ勢はですから4から7まで占めた形です。8位にペトロナストムス、9位にカルソニックインパル、10位にゼントセルモン。以下ウェッズスポーツ、アドマンコンドー、 ARTA、 D ステーションクラフト、そしてエネオス SC です。 ARTA には、あ、 D ステーションクラフトと接触した際のペナルティで20秒が加算された上でのこのリザルトとなります。続いて GT300 クラスの結果です。勝ってタイトルを決めました初音ミク BMW、 逆転でのチャンピオンです。ピットスタートながら見事な追い上げを見せましたハンコックポルシェ、2位フィニッシュ、3位に JIM ゲイナーフェラーリ458、ポイントリーダーでフェラーリはこのレースを迎えましたが結局逆転を許し年間ランキング2位です。
以下4位にトリプル A アストンマーチン、5位にランボルギーニ、以下レガシーガライアシデンカローラアクシオそしてタイサンポルシェ、ハセプロカローラから19位のゼントポルシェまで全部で19台が最終戦モテギ GT300 クラスは完走扱いとなっています。続いてドライバーランキングを紹介しましょうか。リプレイをちょっとご紹介しましょうか。コックピットを降りた時の、柳田とクインタレッリの映像です。同じ日産勢同士で、本山とトレルイエが来て祝福をしているという状況ですね。本山もでもあそこのオーバーテイクは由良さんさすがでしたね。そうですね、綺麗にスパッと決めてくれました。さあそれではここでドライバーズランキングをご紹介しましょう。柳田クインタレッリは結局90ポイントでタイトルを獲得しました。2位にモチュール GTR の本山トレルイエ組、ディフェンディングチャンピオンでシーズン臨んだウィダーの小暮デュバル組は57ポイントで年間3位、以下ご覧のランキングとなっております。GT300 クラスのランキングです。ポイント2位でこのレーススタートした谷口バンバのコンビ87ポイント逆転でチャンピオンです。年間未勝利ながらタイトルの可能性を持って、ポイントリーダーで最終戦に臨んだ田中平中の JIM フェラーリは83ポイントランキング2位にとどまりました。このレース2位に入ったハンコックポルシェが年間3位、以下ご覧の順位となっております。GT500 クラスのチームランキングです。ドライバー同様モーラ2冠です。です2位にニスモ、3位にウィダーホンダレーシング、が入っているというこの500クラスのランキングです。300のチームランキングです。グッドスマイルレーシング初音ミクのチームになりますが111ポイントでチームタイトルを獲得しました。こちらも見事に2冠を獲得したというランキングになっております。島野さん、はいどうぞ。優勝しました。そしてチャンピオンを獲得しました。ですね、初音ミクのですね BMW チームのですねスポーティングダイレクター片山右京さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。スタート前にですねドライバーよりもなんか緊張してたように見えたんですが。いや言った通り本当に緊張してて、やっぱりこうチームに関わるようになってチャンピオンっていうのは初めてだったんで、自分が勝つ以上にね緊張し嬉しいし、もう前始まる前から緊張しました。そしてスタートしてレース運びはどうでしたでしょうか。もう月並みなんですけどね、何見てもそうなんですけど、何が起きるか最後の最後までいつも分かんないし、何度も谷底に突き落とされてきたこともあるんで、でも谷口君とかねなんかの無線とか聞いてて、やっぱりメンテナンスの、ね、メカニックのみんなもこうしっかりしてるし大丈夫だって今日はね信じてたんで。やはりですね笑いがっていうか、やっぱり全く違った立場でドライバーの立場じゃなくてこういうチームとしてですねチャンピオンを獲得するというのは初めての経験とおっしゃってましたけども、やっぱり違う感動がありますね。いやもうとにかくいいタイヤと、いいドライバーといいメンテナンスと全部が必要だけど、ほんのちょっとだけいい監督とほんのちょっと後ろからまたねアドバイスするのもたまには必要なんで、でもみんなで力を合わせてね1年やってフェアなクリーンな戦いで頑張った結果でタイトルが取れてね本当に嬉しいです。その監督という言葉出ました。おめでとうございました。ありがとうございます。1年間通してどうでしたか。去年から僕監督やらせてもらってて、で1年間ちょっと勉強させてもらって今年ちゃんと一からチーム作って、で1年目でこんなに優勝できるなんて本当に夢のようです。やはりそれはスポーティングダイレクターの良さっていうのもあったんじゃないですか。間違いないですね間違いない。でもですねこのようなですね、トータルパフォーマンスでチャンピオン獲得本当におめでとうございました。ありがとうございます。
と最後はガッツポーズを見せました、片山右京さんなんですが、グッドスマイルレーシングは2月の6日に体制発表を行いました。で、片山右京氏を、ダイレクターに迎えて、今シーズンはタイトルを取るためにやりますよと、宣言をしたシーズンで見事タイトルを取ったという、有言実行のシーズンになりました。片山右京さんとともに、大橋監督のインタビューも聞いていただきました。決意を持って臨んだシーズンで由良さん、タイトル取れたっていうのはもうこれ最高ですね。そうですね、彼も言ってましたけど、全部の条件がピシッと揃ってこないとなかなかできないんで、はい、そういう意味ではもう本当に、きちんと歯車がすべて、同じモジュールで噛み合ったって感じでしょうね。そうですね、相当レギュレーションの途中変更とか厳しい状況があったにもかかわらず、最後までペース乱されることなく、事前予想チャンピオンになるだろうと言われてちゃんと取ってると、立派なもんだと思います。そうですね、やっぱり三沢さん、本命の立場で臨むというプレッシャーっていうのは、旗から感じるよりも相当重いものがあるんでしょうね。そうですね、周りからは見えないものが確実にありますし、本当に最後の最後は自分との戦いですから、そこをよく、今日ね、バンバ君も含めて、谷口選手も、戦い切ったな、そんな感じですね。さてこれは表彰台になりますが、準備ができますとまずはこのレースの、表彰式が行われます、そしてその表彰の段取りが終わりますと続いて2011年シーズンのシリーズ、表彰式も行われます、ご覧いただけるところまで、テレビをご覧の皆さんにもご紹介していこうと思います。まずは今表彰台はこのレースの表彰式を今待っている状況です。先に GT300、その後 GT500 の、表彰式が行われます。ハンコックは今回、見事2位に入りました。さて歓声が沸き起こりました。ちょっと表彰式をご紹介しましょう。バンバでしょうかね、あれね、ちょっと落とされそうになってましたけど、勝ってタイトルを決めましたグッドスマイルレーシング初音ミク BMW の2人です。さあ場内今アナウンスが始まりました。2011オートマックススーパー GT ラウンド8モデグ GT 250キロレース、ダンロップタイヤのフェラーリが3位表彰台、あと2台は横浜タイヤということになるわけですが、横浜とハンコックになります。タイヤ3つ違うんですね、これね。はじめに見事優勝で飾りました。そして勝ってチャンピオンを決めました。さてカーナンバー4、まずは、谷口選手、バンバ拓選手、おめでとうございます。勝ちましたこの2人に、大会の組織委員笹井秀則さんからトロフィーが贈られました。これは主催者賞ということで、表彰台に上ったドライバーたちに、各々の3位までですね、カップが行われ贈られます。ちょっと力及ばなかったというこの JIM ゲイナーフェラーリですが、由良さん、でもやっぱりシーズン安定した速さはあったような気がしますね。そうですね、とても安定して強いマシンという印象を与えましたよね。そうですね、もう前半はここがいっちゃうなっていう印象を与えました。はい、開幕3戦なんといっても連続2位表彰台、これで一気にシーズンのイニシアチブを握ったんですが、ちょっと終盤ハンデが重くなった時に辛さが出たでしょうかね。はい、本当にちょっとこうなんて言うんでしょう、苦戦するとは思えなかったですね。はい、どんどんウェイトを積みながらも予選上位決勝上位、はい、表彰台を続けるっていうので、これはとんでもないぞこのチームはっていう印象があったんですけれども、後半ちょっと重くなってから苦戦しばらくしましたね。それからベストパフォーマンス賞 J スポーツから行われますが、これは株式会社 J スポーツの事業部長久保武さんから初音ミク BMW の2人に贈られました。さあ続いて今画面は茂木の特別賞、茂木町の特別賞ですね、
副町長の服部浩一さんから今ボードが送られました。フォトセッション止まりたいと思います。フォトセッションは2ショットお送りしまいたいと思います。さあ続いてこの GT300 クラスのフォトセッションが行われますが、まあこのレースはチャンピオンがかかってたんで BMW 対フェラーリの構図を中心に放送はご紹介しましたが、三沢さん、はい、まあ、GT300 はハンコックタイヤが入ってて、でこのですから藤井と影山の2人が2位表彰台、これもちょっとこのタイミングで称えたいところですね。そうですね、まあ、ピットスタートというところも含めて考えると、はい、まあ、上出来じゃないでしょうかね。そうですね、まあ、雨に強いハンコックというのはこの GT レースでデビューしてから盛んに言われていたことなんですが、由良さん今日はドライでも早かった。そうですね、今年のレースちょっと今思い出せないんですけども、はい、雨でも晴れでもすぐでしたっけ、どちら雨で1番晴れで1番ってやりましたね、はいはいはい、でそれからですねどちらもいい状況、ちょっとオートポリスで思いっきりなんか外したんで、この最終戦大丈夫かなっていうところはあったんですが、素晴らしかったですね。私はもう完全にピットスタートで、はい、マークから外れててですねで途中はあまり映らなかったこともあって、なんでここにいるのぐらいちょっと驚かされました。かなり頑張って走ってたんですね、はい、と申し訳なかったです。まあ、でも GT レースというのは三沢さん、そういうこうなんでしょうね、後ろからのスタートでもまあいろんな戦略の計算も立ててきっちりやるとこういう風になるわけですね。まあそうですね、とにかくまあ完全スプリントのレースではないですから、はい、まあ、その中でスプリント張りのまあペースで走ってるっていうレースであるっていうところがポイントになるかと思うんですけどね、はい、まあ、本当に頑張り次第では結果に残るという、まあそれをまあ証明してくれたんじゃないでしょうかね。まあ、それからここ最近若いドライバーの台頭もあるんですが、まあ、藤井なんかは影山と何度もコンビを組んでいて進化を見せてますし、まあ、500でいうと今日の中山であったりとか、まあ、皆さんこういうところもなんかこうここ最近結構クローズアップされるようになったんじゃないでしょうかね。そうですね、若手の台頭は目覚ましいものがありますよね、はい、まあ、ね、やっぱりこう進化してくれるのは嬉しいですね。お、まあ、なんといっても主役はこの男です。そうですね、まあ、3戦10シーズン目の節目で今までね2度3度手がかかりそうだったタイトルをやっと取れたわけですから、まあ、あのレース前の目が笑っていなかった谷口のインタビューもよくわかりますし、最後の涙は本当にそれを象徴するものです。タイトル取れるのはね1チームだけなわけですからね、いや私の中で初めてでしたっけって、またここもですね、はい、谷口選手ものすごい強いイメージがあってですね、まあ、なんていうかこう技を見せてくれるの で、はい、で10年やってやっとって言われた時に、あそんなに頑張ってきたんだっていう、取れてないんだっていう、改めてですね、今日思い出しましたね。まあ、今データ改めて確認しましたら、過去5シーズンで年間3位以内が4回というこの谷口のぶてるの素晴らしい成績です。一番最初タイトルがかかりそうだったのは、最初のディレクシブというスポンサー名でスタートしたの BMAC ですね、2006年、はいはい、まあ、あれシーズン終盤スポンサーが変わったりとか、結構山あり谷ありで最後3位でタイトルを逃したシーズンがありましたが、そこからタイトルへの道が始まって、一番近かったのは2シーズン前2009年、セブンで、はい、2位だったという、それ以外も昨シーズンもセブンで年間3位、まあ、その前はタイサンポルシェで2008年年間3位、そういう、まあ、過去の悔しさをステップにして谷口選手は今季タイトルを取りました。さて来年のスケジュールが出ております。今季の最終戦になりますので、ちょっとここで2012年シーズンの日程をご紹介したいと思います。開幕戦は岡山からスタートです。4月の1日が決勝レースです。でゴールデンウィーク富士スピードウェイ第2戦、今年もセパンは第3戦に組まれました。夏に都合があって鈴鹿はおそらく長距離のレース、まだ距離は多分確定していないんだと思いますが、おそらくここは距離の長いレースになります。今年同様9月に富士スピードウェイがあって、九州茂木で幕を閉じるという、開催サーキットも今シーズンと順番的には同じ開催順になるはずです。ただこれはまだ暫定ということで、まだ正式アナウンスが GTA の方からあるのを皆さんお待ちいただければと思います。
笑顔で日産勢同士が握手をしました。それからミシュラン、この2人、転送サード石浦、井口も表彰台に、このレースは上りました。3度目の正直といいましょうか。この最終戦に限っては石浦、井口組は53周目に魔物はいませんでした。さ、先ほど同様主催者賞として、表彰台に上った6人のドライバーに大会組織委員の笹井秀則さんから主催者賞としてカップが贈られます。まあ、でもこれ浦さん、3勝でタイトルが取れなかったっていうのもこれある意味珍しいですよね。やっぱ取りこぼしがあるってことですよね。はい、3勝ってすごいですからね。ですね。まあシーズン開幕戦とそれから最後の2レースで優勝したものの、それ以外は表彰台が一度もなかったモチュールはタイトルを結局取り逃した形ですね。逆にこのレース2位のモーラは優勝も含めて、表彰台5回、2位4回、優勝1回、これでタイトルをゲットしました。まあ、やはり安定してたんですね、上位にいつも。はい、優勝ドライバーのこの2人、トレルイエ元山にはオートバックス賞が贈られました。オートバックス北関東地区代表株式会社産経の代表取締役社長斉藤秀明さんからカップを贈ってもらいました。で、ポディウムに上ったこの6人のドライバーには GT300 クラス同様茂木町の特別賞が贈られます。引き続き副町長の服部浩一さんからご覧のボードが渡されました。ゆずですか。おめでとうございます。それではここでゆずっぺです。ゆずっぺ飲み物ですか。さあ、この表彰式が終わりますと、この後少し間を置いて2011年シーズンのシリーズの表彰式を行う段取りとなっております。お持ちをいただいて掲げていただきたいと思います。そして選手皆さんが笑顔になりますように皆さん大きな大きな拍手を送りいただきたいと思います。まあ、皆が非常に爽快な表情をしてますが、まあ、やっぱり三沢さん、ここドライバーからすると何回登ってもいいものなんですよね。まあ、気分はやっぱいいですよね。ねえ、ありがとうございます。続いて選手皆様のみで撮影を、まあ、その最高の気分を今噛み締めて、最後に写真撮影です。1番に乗るつもりでいて、はいはい、3番に乗っちゃったとかっていう時はあんまり気分はよろしくないですね。なるほどね。ドライバーの皆さん、もう一度カップ、そして茂木町のゆずっぺのボードをお持ちいただいてよろしいでしょうか。柳田は今向こう側にいるお客さんのどなたかに向かって何か握手を合図をしましたが、これでこの第8戦茂木の表彰式 GT500 クラスの表彰が終わりました。では続きましては当サーキットのイメージ、開幕戦はこのモチュール6番グリッドから雨の富士スピードウェイを制して優勝のスタート、まあ、なんだかんだニスも強いのかなというスタートになりましたが、まあ、ちょっとこうでは3本入ってもらいましょう。冒険もあるリスクもはらんだ、戦略も何とか採用したこともあって、シーズントータルの獲得ポイントはちょっと足りなかったシーズンです。柳田がまず祝福されています。続いてロニー・クインタレッリです。伊賀さん、ロニーは奥さん日本人でしたっけ。はい、そうですね。で、はい、来日しても長いんですが、この人は2004年に F3 でチャンピオンを取ったことがあります。ですから日本でタイトルを取るのはこれが2回目。助かりますよね、通訳いらずのドライバーですから。そうですね、あのインタビューを日本語で OK っていうのが、はい、あの本当にこう語学のセンスっていうのはやっぱりあるんですよね。そうか、そうですね。はい、もう彼の場合はもうあっという間に喋るようになりましたね。あのチームの無線も、はい、最初は一生懸命英語でなんか喋ろうとしても日本語でいいよって言われちゃいますからね。岩瀬さんは2年前でしたっけ、そこから日本で監督選手の立場でやってらっしゃるんですね。そうですね、岡山で優勝してくださって、はい、まあ、感動を一緒にこのステージにですね、はい、上げてもらいまして、シャンペン感動シャンペンだったか、あの発泡日本酒だったかを頭からかけられた覚えが、後者だと思いました。はい、はい、そのロニー・クインタレッリが一番なんかシャンパンファイトで祝福されていた印象がありました。そうですね、はい、あの要するにこのレースの表彰式なのに、まあ、シーズンが
シーズンを表彰されてましたね、みんなに。そうですね。このあとシリーズ表彰があるんで、まだこのツインリンク茂木に詰めかけたお客さんは結構な数が残っています。さあ今今度は次の表彰の段取りを行って準備ができ次第、年間表彰に入ります。またおいおい放送席、はいはいどうぞ。こちら11号車 JIM ゲーナーのお二人にお越しいただきました。本当にあと一歩でした。そうですね、まあ、僕らはね結構僕らなりのパフォーマンスを発揮できたと思ってたんですけど、ただまあ相手がねすごい早かったっていう、まあちょっと残念です。コンディションはかなり良かったですか？そうですね、まあ、僕ら決して悪い状態ではなかったんで、その状態で戦って負けてしまったっていうのは、まあしょうがないです。本当に面白いレースを見させていただきました。まあそうですね、1年間戦ってきてこれでまあチャンピオン取れたら本当は一番良かったんですけど、まあ本当にまあ1年間チーム全体的に本当精一杯やられたと思いますし、まあ、タイヤは含めて、まあ、本当にまあこれが僕たちの実力だと思いますし、まあ、とにかくまあこの悔しさをね、まあ、今後につなげていきたいですね。まあ、でも本当に頑張りましたみんな。はい、1年間本当に安定した走りを見せていただきました。そうですね、まあ、優勝してない状態でトップ争いに来てたわけですから、安定しない限りそういう状態にはならないんで、まあ、それは本当にねチーム力というかねチームのみんなのおかげだと思います。はい、さあファンの皆さんに一言ありますか？そうですね、まあ、本当にね今シーズンたくさんのねファンの皆さんに、まあ、チャンピオン取ってってね応援してくれたんですけど、まあ、残念ながら取れなくて申し訳ないんですけど、まあ、チームもねまだ来年とかもありますし、まあ、諦めないでね絶対またいつかねチャンピオンになれるようにねしっかり やりたいです。絶対リベンジしてください。ありがとうございました。田中平中、JIM ゲイナーフェラーリの2人のインタビューを聞いてもらいました。まあ、このチームは第6戦富士が100キロハンデのレースで、まあ、このレース結局22位というリザルトになっているんですが、まあ、ここで落とした星の分がちょっと足んなかったような感じですかね。ただいまより2011オートバックススーパー GT シリーズシリーズ表彰を行いたいと思います。さあスーパー GT2011 年シーズンのシリーズ表彰をご紹介します。そしてこの最終戦によってこの激しいバトルの末、まずは GT300 クラスのチーム表彰です。3チーム、そして3チームのドライバー部門それぞれですね順位が一緒でしたので一緒にここで表彰を行いたいと思います。ではまずはじめに GT300 クラスの表彰から参ります。それでは今シーズン見事シリーズチャンピオンを獲得いたしましたのはチームポイント111ポイント獲得、ドライバーポイント87ポイントを獲得、カーナンバー4 GSR& スタディウィズティーム右京、監督大橋逸夫監督、ドライバー谷口信輝選手、バンバタク選手です。どうぞ大きな拍手をおめでとうございます。そして惜しくも敗れましたがシリーズランキング2位に輝きましたのはチームポイント105ポイント獲得、ドライバーポイント83ポイント獲得、カーナンバー11チーム JIM ゲイナー監督山本俊家監督、そしてドライバーの田中哲也選手、平中克之選手です。大きな拍手でどうぞお迎えください。そして第3位になりましたのがチームポイント82ドライバーポイント58ポイント獲得のカーナンバー33ハンコック KTR 監督の鈴木圭一監督、ドライバーの影山雅美選手、藤井智信選手、おめでとうございます。ランキング3位に今日のレースで浮上しております。さて、表彰される3チーム、これですからドライバーとチームが同じランキングになっていたということで同時に今表彰するというアナウンスが場内でされています。
グッドスマイルレーシング、それから JIM ゲイナー、そしてハンコック、この3チームがおのおの3位2位1位、ドライバーとチームで同じ順位になりましたので同時表彰です。それではまずはじめにチームに対しましてのチーム賞、さて、ドライバーの賞と最初に1位のチームにお渡しをいただきます。ではお願いいたします。オートバックスカップを、受賞者の皆さんに送ります。これはタイトルホルダーに送るのかな。まずはチームタイトルのオートバックスカップ、大橋監督です。まあ、でもこの BMW は由良さん、スタイリングもなかなかかっこいい車でしたね。そうですね、はい、あのかっこいいしかわいいというかですね、はいはい、ちょっとあの犬のようなそうです、ね、はい、ワンコのようなイメージがあるんですけれど、はい、かわいらしくて かっこ犬かわいいですね。そうですね、はい。JIM ゲーナーは山本監督、続いてハンコック、鈴木圭一監督がトロフィーでしょうかね、をもらったようです。今ちょっと段取りがバタバタしてますが、続いてドライバーです、はい、チャンピオンの谷口万博組に今送られました。続いて2位のチーム賞、そして2位のドライバー賞と順にお渡しいただきたいと思います。まあ、ここはね、JIM ゲーナーは、まあ、悔しさの方が募る、表彰式です。続いては3位の、まあ、悔しいですね。まあ、でも本当にあれですね、あの不せして GT3、はい、FIA GT3 が 1,2,3 と表彰台に乗ってますね、はい、やっぱりそれだけ今シーズンっていうのはあの GT3、FIA GT3 の台頭した年というかですね、はい、これから変わっていく部分としてはあの本当に強さも見せましたね。そうですね。さあ続いて優勝チームに自由民主党モータースポーツ振興議員連盟杯が贈られます。で、自民党の代表の方、まあ、今場内でも紹介されてますが今日は公務があるということで、ご来場されておりません。したがって、プレゼンターは代理で株式会社 GT アソシエーションご覧の坂東正明さんから送られます。それではどうぞ大橋監督お受け取りいただきましょう。おめでとうございます。まあ、でも GT300 はその FIA GT 勢と、まあ、それから日本車をどうやってこうどう参戦させるのかであったりとかこういろいろ皆さん整理することありそうですね。そうですね、はい、やはり ある意味でスーパーカーですから、はい、FIA GT3 の車たちはで日本には残念ながらスーパーカーがないので、まあ、それをどうやって戦わせていくかという部分では GT アソシエーションも相当頭を悩ませなきゃいけない部分もあるでしょうね。そうですね、まあ、まさに本当に BMW、フェラーリ、そしてポルシェというランボルギーニですね。スーパーカーぞろい、価格にしたら10倍くらいですからね。そうですね、はい、だからこれ本当大変なんですね、これからも。はい、伊佐田さんも300ですと、はい、フォード乗ってたことありますね。そうですね、まあ、フォードであるだとかあと、まあボクスターであるだとか、はいはいはい、まあ、やはりね、そういう全く由良さんのおっしゃる通りで、この300っていうのが、まあ、今後ね、鍵になっていくのかなっていう気がしますよね。伊佐田さんどうでしょうか。結構こう我々見るエンターテインメントとしては、300クラスって結構面白いと思うんですね、本当にバトルがね結構頻繁に行われますし、結構ドライバーもまあミスしてそこからいろんな展開が生まれたりとかっていうのもありますので、非常に盛り上がってるカテゴリーだなっていうふうに思いますね。お話を伺ってまいりたいと思います。さて、場内のインタビューがあります。これはちょっと皆さんにお聞きいただきましょう。優勝チームにお話を伺いたいと思います。まずはチーム監督の大橋監督にお話を伺いたいと思います。シリーズチャンピオンおめでとうございます。ありがとうございます。そう、嬉しい。最終戦大川で迎えたわけなんですけれども、まずレース前どんな心境だったかお聞かせください。もう心臓が口から出るのはこういうことかっていうのは初めて知りましたね、はい、そのぐらいもドキドキして、緊張して夜も眠れず、今日の朝を迎えました。でも結果的にこういう
優勝っていうポジションになれて本当に本当に嬉しいです。数にして1万6000名を超える個人スポンサーの方もいらっしゃる、まあ、それぐらい膨れ上がったと。で今回も、初音ミクのですねあちらグランドスタンドには大きい旗とたくさんの応援団の皆さんがずっと声援を送り続けてくれました。そんな皆さんに何かコメントいただけますか。このチームって本当に、皆さんの、個人スポンサーっていう皆さんの応援で成り立っているチームで、その人たちが本当に心の底から応援してくれるのは毎戦毎戦伝わってくるんですよ。で今もあそこに本当にたくさんの方々応援していただいてますけれども、本当に皆さんに感謝したいですね。本当にこれは皆さんの勝利だと僕は思います。本当に素晴らしい勝利だと思いますね。本当にこれからもですね大変まあ楽しみなんですが、シーズンを締めくくる一言何か最後にいただけますか。まあ、チーム結成で1年目で、こうやってシーズンチャンピオンという位置につけたというのはすごいことだと思うんですけど、これからも皆さんに、応援していただけるようなチームを、やっていきたいなと思いますので、また引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、どうもおめでとうございました。大橋一雄監督にお話を伺いました。じゃあドライバーの人気者ですね、はい、ドライバーのお二人にもお話を伺ってよろしいでしょうか。恐れ入ります。さあ今度はですね、先ほどテレビのインタビューでも、声を聞かせていただきましたけれども、ドライバーのお二人、まずはですねシリーズチャンピオン10年経ってやっとですね初めてのシリーズチャンピオンを獲得しました谷口信輝選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。毎年チャンピオン争いはしてるんですが、初めて勝ちました。今日はですねシビックインターもなんかかなり、微妙な感じですが、チャンピオン取れてですね、これで、ダブルチャンピオン取れて最高に嬉しいですが、もうほぼ、運で今日乗り切れました。33号車がピットスタートだったり、62号車、スバルがですね、なんかナットが緩んでピットインがあったりとか、まあ、2チームのがちょっと速そうだったのでやばそうでしたが、運よく勝つことができまして本当に嬉しいです。いやでも運とは言えない本当に力強さっていうのはこのチームあったと思います。まあ、本当に追いかける側で行くしかないという部分で本当に頑張った結果だと思います。まあ、引っ掛けるわけじゃないですけど、本当にグッドスマイルな今日一日になってよかったですね。はい、グッドスマイルな日でした。いや今結果的にグッドスマイルですけど、途中は全然グッドスマイルじゃなかったです。もうハラハラドキドキで、でも今日はね、バンバがすごくいい仕事してくれて、前回はちょっとグダグダでしたけど今回はいい仕事しました。最高でした。じゃあそのバンバ選手に聞きましょう。褒められましたバンバ選手、おめでとうございます。ありがとうございます。いや前回本当に悔しいレースをしてしまって、だいぶ自分自身を見つめ直してですね、並々ならぬ決意で乗り込んだんですけど、最初からそれで来いって言われたんですけどね、前回からも、はい、まあそれでもういいっすね、これぐらいでね、はい、嬉しいです。あとね、バンバ選手は初音ミクはねもうずっとファンの皆さん長いお付き合いになってると思うんで、そんなね、初音ミクでずっと、まあ、ある意味可愛がられてたドライバーというか応援を受けてたドライバーとしてね、なんかファンの皆さんに一言どうですか。いや、本当にですね皆さん、長い間応援していただいてですね、やっと引退するみたいだね。違う、やっとチャンピオンを取る。お疲れ、お疲れ。あれこんな感じでいいんですか。はい、あそうか、まあ、やっとチャンピオンを取ることができてですね、本当に、皆さんには感謝しております。で、このチームは、今非常に強いと思うので、これからもですねずっと応援をしていただければと思います。皆さんありがとうございます。ありがとうございました。ドライバーのお二人、そして監督、本当におめでとうございました。もう一度大きな拍手をお願いをいたします。さあ、それでは
シャンパンのセレモニーを始めてまいりたいと思います。チームドライバー両タイトルを取りましたこのグッドスマイルレーシング大橋監督そして谷口バンバ両ドライバーのインタビューを聞いてもらいました。さあそれでは皆さん大きな拍手。そしてシーズン2011年シーズン300クラスの最後これ最後シャンパンファイトです。まあ、初音ミクしょってグッドスマイル出て確かこれ参戦 4年目に、なります。まあ、体制も強化して、まあ、それこそインタビューでもご紹介した片山右京さんをチームスタッフに迎え入れて、タイトルを狙って臨んだシーズンで、まあ、車の素性の良さも生かして見事にタイトルを取りました。まあ、ですからこの FIA GT 勢が由良さん早かったんで、はい、これにこう何でしょうねこう対立する構図になるような日本車がいるともっと盛り上がるような気がするのは私だけでしょうか。いや、やはりそうだと思います。はい、はい、まあ、しかし手荒くバンバですね。はい、手荒くまあ素晴らしかったですね。はい、はい、本当にそれにはまあね日本の自動車メーカーも奮起してほしい部分もありますね。はい、今若い人たちが車離れをしてるとかそういう部分でまあ基本的に売れてる車を中心に売れる車を中心にものづくりをするとなかなかスーパーカーって今もう生まれてこないような気もしますけど、はい、でもやっぱり、まあ、会社 の, そ の, なんていうの中に1台自動車メーカーに1台はそういうスーパーな車夢の車があって、はい、それがまあレースに出てきてくれるっていうのは、まあ、我々の夢でもあるんで、はい、これからも、そういう部分夢を諦めないで頑張ってほしいと思いますね。その辺はドライバーの立場から三沢さんどうですか。まあ、全く同じですね。はい、本当に、まあ、我々も含めて、はい、まあ、夢を売っていく商売じゃないんですけれども、ね、スポーツカーっていうのは夢が本当にありますし、はい、まあ、そこの可能性も、ね、含めて、どん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 まあ盛り上がって、いければなと思いますね。はい、まあ、そんな思いもちょっと内に秘めながら新シーズンをまた見据えていこうと思うわけですが、画面で今続けてご紹介しているのは今シーズンの表彰台に上ったチームのまとめてこう結果としてご紹介しております。今 GT300 の結果第8戦までご覧のように紹介していますがシーズン終盤は300でいうと、まあ、レガシーがやっぱり結構強くて、そうですね、今日も来たかもしれないんですよ。今日は勝ってる可能性十分あるので1回、ね、1回タイヤをナットを締めるために余計な1回ピットにして6位30秒差の6位か35秒か、そうですね、そうか、あれなかったらそうですね優勝ありですよ。連勝で3勝目だった可能性はあるわけですね。 ありますね、まあ、そういうふうに、まあ、シーズンも長いんで、その時期によって流れというのがありますが、まあ、終盤は夏の鈴鹿で3番手スタートから見事優勝して以降、まあ、もしこのレースレガシーが勝っているとラスト4戦3勝という、まあ、そのぐらい流れを作ったシーズンでもありました。さあ続いて場内 GT500 クラスのシリーズ表彰です。で500の方もチームタイトルとドライバータイトル、これがまあ同じ順位になりました。まあ、同じチームの同じチームのドライバーが同じ順位になったんで、GT300 と同じように同時に表彰をする段取りになっているようです。それでは GT500 クラス、まず今場内でその上位3チームが呼ばれます。チームとドライバーの皆様をご紹介させていただきます。2011オートバックススーパー GT シリーズ GT500 クラスシリーズチャンピオンを獲得しましたのはチームポイント113ドライバーポイント90ポイント獲得をいたしました。カーナンバー46ティームモーラー大駅俊臣監督そしてドライバーの柳田正孝選手ロニークインタリー選手おめでとうございます。どうぞ大きな拍手でお迎えください。続きまして第2位ご紹介します。獲得ポイント102ドライバーポイント79ゼッケンカーナンバー23番をつけましたニスモです。監督の鈴木豊監督そしてドライバーの本山聡選手ブノアトレルイエ選手どうぞ
第2位になりました。おめでとうございます。そしてシリーズ第3位はチームポイント75、ドライバーポイント57、カーナンバー1ウィーダーホンダレーシングです。監督の中村拓也監督、小暮隆史選手、ロイク・デュバル選手、どうぞお願いをいたします。さあ今表彰台にご覧のトータル9人の方々が呼ばれました。こちらのトロフィーを授与させていただきます。プレゼンターは引き続き株式さて、まずはオートバックスカップを授与いたします。GT300 クラスと同様、株式会社オートバックス7取締役執行役員、取締役上席執行役員、松村輝幸さんです。まずはチームのトロフィーでございます。カップを受けましたのは大江木監督です。柳田が今ロニーとともにトロフィーを受け取りましたが、柳田選手は2005年に一度 GT500 にステップアップして4シーズン戦いましたが、2009年、そして昨年2010年と GT300 クラスで戦いました。まあ、そこからまた500に戻ってきて、でタイトルを取ったわけですから、これは三沢さん、思いもひとしおなんじゃないでしょうかね。そうですね、本当に一度悔しい思いをしてるんでね、まあ、その中でもう一度500に上がって、で早く走るんだっていうのがね、まあ、今年チャンピオンっていうのにつながってるんで、まあ、最高な、まあ、結果だと思いますね。はい、柳田はですから GT300 トミカ Z で年間タイトルを取って、また GT500 にカムバックして、そして GT500 でこのティームモーラとともにタイトルを取ったというシーズンです。先ほど同様、自由民主党モータースポーツ振興議員連盟カップですか、これ違うんですね。経済産業大臣、経済産業大臣カップですか、これが贈られます。本来は経済産業大臣の枝野幸男さんがプレゼンターを務めてくれる予定でしたが、公務があるということで、先ほど同様にプレゼンターは代理で、GTA の坂東正明代表取締役が務めました。この後、場内用のインタビューをまた聞いてもらおうと思います。はい、ありがとうございました。では、優勝チームはトロフィーを変えていただきまして、2位3位のチームもトロフィーを皆さんお持ちいただけますか。オートバックスのトロフィーを改めてお持ちください。インタビューの前に、トロフィーを掲げるセレモニーがあるようです。はい、それでは3位のチームもトロフィーをお持ちいただけますか。はい、でこの後シャンパンファイトがあって、場内用のインタビューになるようです。会場の皆さんも大きな拍手をお願いします。ではどうぞ。しかし下田さん、はい、このチャンピオンが期せずして300も500も、はい、まあ、1年目のチームなわけですね。はいはい、すごいですよね。1年目じゃないですか。初組は多分4シーズン目。あ、そうでした。はい、あ、そうか、そうか、谷口選手が1年目だったんですね。はい、移籍してですね。はい、では続きまして優勝チームにですね、モーラは本当に GT500 に参戦1年目でいきなりタイトルを取りました。これはすごいことですね。今シーズンシリーズチャンピオンを獲得しました、まあ、モーラチームでございます。まあ、言われぬプレッシャーがいっぱいあっただろうと思いますよね。インタビューです。なんかクールなんですか、感激でなんか声が小さいようにも思えた。感激で声が小さいです。はい今シーズン GT500 デビューということもありまして、いろいろなプレッシャーも最初から感じての1年間だと思いますが、改めて振り返ってみていかがでしょうか。もうプレッシャーを感じる間もない感じでもうここまで来ちゃったんで、最後はもう本当にいけるところまで行こうというふうにチームみんなで、話し合ってここまで来れました。はい、最終戦を迎える前というのはどんな心境だったんですか。複雑です緊張もしてましたし、本当に、ね、残り2戦ぐらいからはまあ、いい方にいろんなことが転がっていって、もう取らないといけないんじゃないかと思うところまで来れてたんで、目いっぱいいけました。はい、
じゃあチームクルー、そしてスポンサー、さらにはファンの皆さんに最後一言ください。はい、私たちね、今年初年度で、チャンピオンまで来てしまいましたけども、本当にこれはファンの皆様、スポンサーの皆様、おかげだと思ってます。本当にありがとうございます。どうもおめでとうございました。大井監督にお話を伺いました。では続いてドライバーのお二人にもお話を伺いたいと思います。まずはですね、昨年 GT300 でチャンピオンを取り、そして今度は500でチャンピオンということで、2年連続、2つのクラスでチャンピオンを取りました柳田正孝選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。なんかそんなに上げないでください。ありがとうございます。先ほどテレビのインタビューではもう正直ものすごくガチガチになって緊張したという話がありましたが、本当ですか？ガチガチでした。いや本当にね、この GT500 のやっぱりタイトル取るっていうプレッシャーものすごくありましたね。やっぱり去年とやっぱり違うプレッシャーありましたけど、本当にここまで応援してくれてた日産ファンの皆様、本当に今日ありがとうございました。1年、まあ、あっという間だったと思いますけれども、このシリーズタイトルを取りましたので一つ肩の荷が下りたと思いますけれども、今後に向けて何かね、また期待させることを言えるようなことがあれば。そうですね、本当に今日こうやってチャンピオン取ることができて、1年目のチームがこうやってチャンピオン取ることができたの、本当になんていうかね、本当に信じられない気持ちですけど、これからまたたくさんの課題がまた今日のレースでできたので、また来年以降に向けて頑張りたいと思います。はい、これからも楽しみにしてます。はい、本当に素晴らしいチャンピオンです。柳田正孝選手にどうぞ大きな拍手をお願いします。さあ、そしてロニー・クインタリリ選手にもお話を伺いたいと思います。初めてのチャンピオンおめでとうございます。はい、ありがとうございます。今チャンピオンね、取ってみての今の率直な感想を聞かせてください。そうですね、まあ正直まだ実感できないけど、まあでもこのたくさんの方ね、目の前にいるから多分取れましたと思う。日本へ来てもう長くなりますけれども、改めてこの GT500 でチャンピオン取るっていうのはすごく大きなものだったと思いますけれども、いかがですか？そうですね、特にライバーたち、ドライバー、素晴らしいドライバーね、1年ずっと戦えてて、で素晴らしいチームで最後チャンピオン取ることできて、まあ本当に素晴らしい。本当にファンの皆さんね、応援してくれましたので、最後の一言をじゃあもう一回いただけますか？そうですね、いつも日産、日産ファンと、あと自分のファン、特に今回はたくさんの方応援に来てくれて本当にありがとうございました。本当にチャンピオン獲得おめでとうございます。ロニー・クインタリリ選手にお話を伺いました。さあではシャンパンのお時間に参りたいと思います。さて、GT300 そして GT500 クラスと続けてシリーズの表彰式を、ざっくりご覧いただきました。いよいよレギュラーシーズン最終戦で、その放送の残り時間も少なくなってきました。三沢さんと由良さんにシーズン全体の印象をちょっとここで聞いておきたいと思います。三沢さん、一言どんな印象のシーズンだったか、教えてください。はい、なかなかね、はい、こう行くのかな行かないのかなっていうのが本当予想ができないような、はい、シーズン流れだったのかなと思います。はい、まあ、その中でね、非常にまあこの柳田君はじめ、クインタレスリもですね、はい、安定した走りで、まあ、チャンピオンらしい、まあ、今日もね最終戦らしいもそうでしたけども、非常に素晴らしい走りでチャンピオンを決めたなっていうふうに思います。はいはい、由良さんはどんなシーズンだったでしょうか？そうですね、 GT をずっとやっぱり長く見てきてですね、はい、タイヤウォーズっていう感覚を、まあ、初めて持ったシーズンで、実際そのブリヂストン勝ち続けたチャンピオンの道を初めて、まあ、他のメーカーミシュランに譲ったということもあって、はい、まあ、そういう意味ですごいこうタイヤのマネージメントが大事だぞっていう、このテストが少ない中でどう戦うか、その辺の難しさも、まあ、すごくまざまざと見せてくれたシーズンだと思います。はい、GT500 はエスロードモーラチャンピオン、 GT300 は初音ミク BMW チャンピオンでシーズン幕を閉じました。最終戦の解説は由良拓也さんと三沢秀俊さんでした。お二方どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いよいよ2012年シーズンは4月の1日の決勝レースから幕を開けます。今シーズンどうもありがとうございました。